皆様おはようございます。天才横山でございます。おはようございます、川村彩奈です。まあ、暑い夏をずっと迎えてますけども、はい、昨日は大雨が降ったってことで、今朝は涼しく目が覚めましたよという方も多いんではないかと思うんですけど、はい、知らないうちに深夜に東広島に避難情報が出されていたりとか、まあ、自分の地域安佐南区でもすごいもバケツひっくり返しのような雨が降った瞬間がありますけど、はい、昨日僕に起こったものすごい怖い出来事っていうのをちょっと聞いてもらっていいですか。怖い出来事ですか。はい、はい、今ね、俺の携帯の写真が8000枚を超えてるんですよ。それで、はい、iCloud って言ってね、ええ、まあ、簡単に言うと天国に倉庫を持ってますみたいな結構高いところに持ってるんですね。うん、でお金が安い方は地獄に持ってますみたいな。いやそんなこと、ね、これはまあまあお金払ってるんで天国に倉庫を持ってますみたいな状況なんですよ。ほうほう。でその携帯の情報は、はい、その天国に向けて発信されるわけです。だからそこにいつもあるから、はい、万が一俺が携帯をなくしましたってなって、うんうんうん、まっさらな携帯を持ってきても、はい、天国の倉庫から下ろせば、もう前と同じ携帯になりますよというシステムに私入ってるんですよ。でね、はい、ただその容量がもういっぱいになりましたと、倉庫がいっぱいになりましたから、はい、もう写真をどれだけ撮ってもその天国の倉庫には入れられませんみたいなのが情報が出てたので、分かんないから、いや待て待て、俺倉庫借りてるよっつって、お金払ってとですよね。でまあそこの管理人の黒本っていうのがいて、あ、天国の管理人、そうなんですよね。でその黒本に昨日ね、お黒本さっつって、俺 iCloud さしてんのにさ、お金も払ってんのにこれも写真が上がんなくなってんだよねつって、はい、本当ですかって、横山さんでもそんな使わないですよねとかって、でも写真ぐらいですよねつって、うん、そうなんだよねとかって、ちょっと見せてもらっていいですか、うん、とか、はい、おいって渡して、で、あ、ちょっと今これ画面が暗くなってるので、はい、これ横山さんロックかかってますよね、はい、ちょっとロック解除してもらっていいですかつって、4桁、で俺川村の誕生日してんだけど、してない、絶対違う、絶対違います川村誕生日いつだったっけ。2月8日です。そうだよね、はい、0208 絶対違いますけど、はぁ、にしてんの、0208、ありがとうございます。黒本に見つからないように打ったって、はい、で、おいって渡したの、うん、で、ああ、これこうでこうでこうで、あれなんかまだ容量あるんですけどね、なんでですかねとか、うん、で、ちょっとこうやって見せて、うん、あ、本当だ、まだ容量あんねとか、おかしいなとかって、はい、で、ちゃんとお金も払ってあるしなとかって言いながら、うん、で、そうこうしてるうちにまた画面がパッて暗くなったの、でまた開かなくなってロックがかかったの、はい、だから黒本が何にも言えないんでロックを解除したの、はい、お前番号知ってんじゃねえかよったら、いや実は分かってたんですけど、はい、最初から自分が開けるのはちょっと横山さんも警戒するだろうなと思ったから横山さんに開けさせましたが、はい、俺はロック解除の番号を覚えてます いやもう怖っ。すごいですね。そして黒本さんのそのこう対人間関係といいますか気遣いといいますか、さすがですね。でも恐ろしいよね、ロック解除の番号から、あと全てのパスワードとかあいつ分かってるんだよ。いや、そうですよね。俺はメモを見ないと分かんないの、うん、はい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 、あいつ俺のアドレスとかも全部打てるので、これはどっちだったっけな、どっち側のメールは、あ、こっちかってことは、パスワードが、はい、これで今開いたんですけど、いや、すごいなお前いやもう、そしたらもう黒本さんのじゃないですか。そう、もはや俺も思ったの。あと俺の銀行とかにも直結したりするじゃん。黒本が何かしようと思ったらもう一発で抜けるんだよ。天国の番人でありながらいつでも地獄に送れるという。いや、そうなんだよ。ほら、矢沢永吉さんが一番信頼してる人間にお金を全部持ってかれたっていうの、あのオーストラリア事件に近いわって思って、そうですか。いや恐ろしいですね、うんうん、確かにそうですね。背筋がそうっとしました。私はそうでしょうね、暗証番号とか怖いですよね。河村ってロックしてんの。ロックしてますよ私。暗証番号は0208というわけないです。違いますあ、違う、違います、違います、じゃあ後からちょっと
メモに書いてほしいです。なんでですか。俺シャメットってアップするから。いやみんな川村ちゃんのこれだよ。どうするんですか。みんな暗証番号とかどうしてんだろうね。そうですよね、わかりますわかります、うん、しかも今暗証番号だけじゃなくて、はい、自分の顔、はい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 、顔でこうロックが開けられるようになる設定とかありますよね。しかもそうそう昨日ね、はい、でそのなんか横山さんは、今ねまだ最新版に更新してないから前のままになってるから最新版に更新したら携帯を、なんか情報アップデートしたら、はい、たらこの、うん、なんか容量が足りませんっていうやつが解除できるかもしれないですねって言って、どうしますって言われたから、はい、アップロードしよっかって言って、うん、どのくらいかんのって言ったら、まあ15分か20分ぐらいじゃないですかとかって、お、じゃあそれをやってる間に、ええ、タバコ吸いって、はい、2本ぐらい吸ったら戻ってきたら多分終わってんねとかって、はい、じゃあそうしましょうかって言って、うんうん、あその前になんかあの新しい、はい、のアップデートをしたら、ええ、あのマスクしててもねって、うん、自分の顔を認証してロック解除になりますよっつって、マスクしてる、そうなんだ、はい、で今は、マスクをしてなかったら俺の顔に気づいてパッとロックが解除になるの、だけど新しいバージョンはもうマスクしててもですからねとかって、そうなんだっつって、うん、楽しみだねとかっつって、うん、でタバコ吸ったの、はい、で戻ってきたの、うん、だからまだ半分も済んでなかったのでお前さ全然話違うじゃん15分ぐらいとか言ったのにこれも30分ぐらいかかってじゃんよとかっつって、で文句言いながらも、なんか新しいのにアップデートされたの、はい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 、で、あ、じゃあ横山さんちょっと、うん、あのここのまん丸い中に向かって顔を近づけてください、はい、あ、ありますね、そうすると携帯が横山さんの顔を覚えますから、はい、で、顔をちょっと右に向けたり、はい、左に向けたり、うんうんうん、上に向けたり下に向けたり、はい、あと目をちょっと動かしてとかしてくださいとか、分かったって黒本が鏡みたいに持ってて、うん、テクマクマイコンテクマクマイコンみたいに持ってて、でそれでこうやって顔を輪っか中入れてでずっと右見て左見て上見て下見て目をこうぐるっとかってするけど、はい、もう一切反応しないの一切でそれ3回ぐらいやったんですよ、はい、おかしいなーって言って、いや待って待って俺相当変な顔したよ今っつって人に見せられないような顔ずっとしてたよとかって、そうですよね、はい、だからその携帯が明かすと、うん、変な顔してるああ横山さん変な顔してる、そう昨日の中根の元町演芸場みたいな感じ変な顔してるしてません、人に見せられないような顔してるいや中根先生も可愛いですもてあそばれたわけですね大の大人が2人で結局俺マスク着用時の顔認証がまだできてない、はい、もうさーみたいな一日経ってもダメですか、わかんないこといっぱいあるね、そうですよね、もうもはや自分たちが追いつきっていけないようなことばっかり、本当追いつけないよね、追いつけないです、だから便利になるために不便になってますみたいな感じがあるじゃない、はいはいはい、いやでも川村さんたちみたいにさ、はい、そのほら特に女の子たちとかってああいうのものすごく詳しかったりするじゃない、あでもそうですかね、なんか美容機器とかそういうのは常に最新の情報は確かに仕入れてるかもしれないです、なるほどね、やっぱ美に対するものとか情報、知に対するものとかは川村さんなんか特にもう情報の最先端ですねトップオブトップですよ、怖い怖い怖い天国にいますぐらいの感じの高さにいますよ、いやいやいや、そうですかね、高すぎてもみんなが見えませんってなってぐらいの美の頂点そんなことないいらっしゃるじゃないですか、全然そんなことないです、はあ、だからもう最近肌の衰えとかもひしひしと感じてるので、うん、はい、そういった機器に頼ろうと思って、あ、仕入れようとしてます、ああそうですか、はい、なんか最近欲しいものとかあったりするんですか、美容グッズとかで、美容グッズですか、ね、最近なんかあの手でコロコロするマッサージのローラーみたいなのがあるんです、おお、それが欲しいです、へえ、買ってあげますよいや大丈夫です、でそれを使ったことですぐに綺麗になるかどうか分かるじゃないですか怖いな本当に、変わんないな買ってやったのにとかって毎週毎週で言う、はい、毎週毎週木曜日のオンエア前に変わってないねって言われそうな気がする、どうしたんだよお前さとかって言われる可能性あるからね、そうですね、それはちょっと大丈夫です、お断りします、自分のお金で買おうと思いますでもさ散々出てるじゃない、その美容グッズとかも、はい、健康グッズとかも、そうですよ、で、うん、すごい細分化されてきたじゃない、はいはい、もうここの部位はこうとか、そうですね、ここの部位はこうみたいな、はい、そうです、もうほとんど肉の名前と一緒、ここはロースここはカルビ、確かにみたいな、もう部位によって全然違ったりするじゃん、そうですね、だから毛穴洗浄用マシーンみたいな、毛
毛穴ですよ、毛穴。そんなのもあったりしますからね。ね、俺なんか頭頂部ないのにね。あれなんかこれ石鹸シャンプーどっちみたいに。そんなことないです。毛穴がねちょっと、うん、あれこれ毛穴ごと消える分だったのかなみたいな。ちょ、後から説明書見たりとかして。毛穴と毛根は違いますから。え、毛穴と毛根違う。違うと思いますよ。似たようなところにあるかもしれない。よく言うよね。でもね、うん、あのほらコンセント、はい、あちょっとコンセント取って、あコンセントっていうのはね、うん、こっち側の刺す方のことを言ってて、はい、刺される側は差し込みプラグって言うんだよね。あ、そうなんですね。あるとかを、あちょっとコンセントに刺して、いや違う、これは差し込みプラグだ。やだ、うるせえ、もうすげえそういうの嫌みたいな。もうせっかくさ、楽しい時間だったのに。そうなの。なんか俺たちさ番組をさ、はい、やってるじゃないとかって言ったら、あ、まあやってるっていう言い方もありますけど、させていただいているっていう言い方もあるじゃないですかみたいな、うわ言葉の言い換えみたいなのがすごいデリケートな人とかだとうざーとかって思ってするよね。そうですよね、ありますよね。盛り上がりにかけるというね。いや、そうなんですよ。わかります、わかります。いやでも、はい、こうやってね雨が降ってちょっとだけ爽やかな朝を迎えて、はい、で今日はこの後晴れそうなんですよね、どうやらね、はい、でまたこうやって涼しくなって、で朝迎えて気持ちよかったはずなのに、お昼になったら日が照って、はい、で地面が濡れてっからムシ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 ってする、そうですよ、もう暑いとかってまたすぐ言うんだろうね。なんかせっかく秋の虫の声聞こえたのにセミ鳴いとるじゃん。いや本当、昨日もセミがちょうど手島とさ、午前様様ファンファンフェス、はい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 、の打ち合わせとかさ、あとほら5000回特番とかさ、はい、もう目白押しだったりするじゃん。そうですね。で好きあらば誰かが話しかけてくるので、で手島がちょっとタバコ吸いに外出ましょうかって言った時に、はい、ちょうど RCC の横の五穀神社の横のお堀のところの水たまりで、セミが、はい、ガーキャキャキャって言いながら水たまりにいたの。はい、どう考えても水泳してるさ、うん、本当に。いやいや、裏返ってじゃないの、表向きにギャー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 って言ってたぶんやつは泳いでんの、その水たまりを。そうだったんですか。で他のセミもちょっとこう下見て、あれどういう遊びだろうみたいな興味津々みたいな瞬間があったの。セミが、セミが、はは、あいつなんか泣き方下手だけど、あれ泳ぎはプロ並みだな。俺たちセミプロのまま終わるけどっていうセミギャグを言いながら。セミだってプロですよ、セミの。すごかったよ。そうですか。声が、え、ガーギャ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 。いや、それはなんか助けてほしいって言ってた。いや、多分俺頑張れ、俺頑張れって言いながら多分泳いでたと思う。それだったら見てた周りのセミたち言ってあげてほしいです。ファイトファイト、俺頑張れ、俺バタフライ行きます、セミだけどみたいな。セミ泳ぎ行きます。どんな泳ぎ方です。ひとまず盛り上がりはしそうです。でもあのファンファンフェスティバルで言うとですね、はいはい、ラジオネームへさかのプリンセスさんです。おう、午前様グッズの受付今日までなんですね。そうです。受注生産と分かっていても早めに注文した方が安心なので私は早めに注文をしました、はい、当日 T シャツが入らないなんてことがないように、うん、体重維持を心がけていきます、はい、そうです、今日までです。これね、あの大変なことが起こりまして、は受注生産なんですよ、はい、なので例えば皆さん今 T シャツが8万枚から9万枚ぐらいえ、それ、あ、そんな売れました、はい、はー大ヒット。もうなんか繊維業界ではユニクロって言われてるぐらいあそこすごいなっつって。そうですか。銀座ユニクロ店ってって言われてるぐらいの卸がすごいらしいの、あ、そうで、トートバッグとかもう日本中のトートバッグをちょっともう取り寄せないと間に合わないみたいな状況らしくて、はい、受注生産なのに、うん、トートバッグがもう作る前に切れたんで、だからそこと契約してるところの在庫がなくなったの。はー、だから今から契約される方は、はい、ワンサイズ大きいのになる可能性があります。あららららら。でも料金はそのまんまなの。あ、そうですか、はい、だから高いのに変わりますみたいな。うん、よくじゃ飛行機とかホテルとかで、はい、うん、すいませんちょっとあの手違いでスタッフのいっぱいになってるんで、はい、あの今回申し訳ありません、
ファーストクラスの方、いやいやいやみたいなあったりとか、ホテルでもちょっとあのシングルでご予約いただいてたんですけれども、ちょっとあの手違いがありまして、スイートの方にみたいなことですよね。そうですか、すごいですね。すごいですよ。だってもう RCC はもう社屋建て替えようって言ってたもんね、これの売り上げで。そんなに言うあんまり利益ないですから。多分1ヶ月後ぐらいファンファメスで終わって、多分 RCC 多分すっごい綺麗になってると思う。1ヶ月で、すごい、この売り上げでぐらいすごいらしいよ。いや、そうですよね。皆さんにたくさん本当にご購入いただいて、嬉しいです。ありがとうございます。まあ正直に言うとね、想像のもう何倍か売れてる嬉しい、最高です。ありがとうございます。ね、これから買われる方は T シャツが3300円ですけど、4300円になります。なんでですか。変わりません、変わりません。今日の12時までお昼の終わりませんいいえ、で電話した時に必ず、ババちゃんから買いました。なんでジャパネットの方を巻き込むんですか。ババさん巻き込まないでください。でもコールセンターの方はババですねって言ってくれそうな気がしますよねババのですかって。いや違います、イノキので。いやそっちじゃないよ、プロレスじゃないって言うんだけど。お忙しいですから、ね、いやでも、はい、まあおかげさまで、すごい売り上げと、あとチケットもあれだし、あとそれこそ皆さんにお約束していた、配信ができればなみたいなことも検討中、でうまくいくんじゃねえのかなっつって、ただまあね、あの手島役、社内にも敵がいっぱいいますからっていうだからそこの部分さえ抑えとかなきゃいけないらしいです。言い方してないです。でもね、私たちあの今までこうコロナ中に春フェスとかさせていただきましたから、そういったオンライン配信に関する、なんかこうしたらいいんじゃないかっていうのはあったりしますからね、そうだね、オンライン配信もね、川村アナ監修みたいななんで私が監修するんですか。だって川村が監修って言うと売れるんじゃないかってこともっぱら評判らしいです。本当ですか。何でもしますよ。じゃあね、じゃあちょっと川村の使用済みの何かを一緒に一緒に何かつけてお送りするってことでしましょうか。使用済み、郵送の方に限り、T シャツ8万枚に私の使用済みの何かを。そうです、そうです。使用するの大変、ある意味家の断捨離がそれこれは本当はお父さん、これは本当はお母さんの、多分数えても8万個もないと思います家具家電数えてもどうかないやでもさ一個一個に何かつけますみたいなこと、ってまあまあ手間じゃない。いやそう思いますね、俺たちがさ、その年末にチャリティーミュージックソンがあって、チャリティーオークションがあるじゃん、あれの私物を持ってきてくださいが、もう何年も続いてるじゃん。続いてます。でそれが5万も6万も下手したら10万にもなるわけじゃん、だからなんかちゃんとしなきゃいけないよねと思うから、まあ買ってくださった方が、まあなんでこれ買ったかねと思わないものにしなきゃいけないなと思ったら、それがまあまあ負担だったりするよね。もちろんそうです。そんなに家にいらないもので、なおかつ人様にこう、もらっていただけるものない、おっしゃる通りなんです。で今年はもう僕はもうあの使用済みのパンツとかを絶対これで窓を拭いてくださいとか。窓拭くんですか、これでなんか冊子の溝のところをこれは服専用のものですみたいな。なるほど、そういうやり方し、なんかある意味ブルセラ的なこと。でも分かんないですけど、なんか拭いたものすべて喋り出しそうな気がします。なんか分かんないけど、拭いたのちに、拭いたのちに、なんか俺すごいじゃろ俺まあまあ役に立つじゃろとか、いちいち確認されそうだよね。最近ちょっと窓汚れとるよ、そろそろ拭かんといけんのじゃない、そろそろねえ、わしの出番じゃないんかとかって言いそう。タンスの奥で眠っとるよ、寂しいよ、タンスから聞こえてきそうです。たまには明るいとこ出しんさいやみたいなこと平気で言われて、めんどくさい。いやでもめんどくさい、はい、といえばおはようございます。 おはようございます。1時過ぎに大雨が降って、はい、すごい怖かったです。うちには屋根がないのでずぶ濡れになりました。うちには壁もないのですごい怖かったです。私は灰が濡れで裸で寝ていますそれって、そのうちって言わないですよ家も屋根もないなら。朝5時半頃、原付のカバーを外しに出たら、雨が止んでいて嬉しかったです。今日は7時から仕事をします、
今日も笑顔で頑張ります。はい、大谷さん、シーズンも後半に入りました ね、 ね、コロナにならないように気をつけてください。今年もまた MVP の候補にもう名前が上がっています。が大谷さんは誰かと比べられるような方ではございません。唯一無二でございます。あなたの良さが世界中に分かっているのは私だけです。そんなことないと思いますけど、他の誰しもあなたのことをまだ気づいていませんが、私だけがあなたがすごいことを分かっています。ほう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 、世の中には理解者がいるということをここで宣言させていただきます。後半戦も頑張ってください。川田監督代行へ10kg 痩せたい母さんより、どっから入ってどこに出ていったっていうなんかあれ入り口、すごいあれ出口かあれいろん盛りだくさんなねメールでしたけど、まあ、すごいね、まあ、母さんのメール今見る限り3行ですけど、うん、どこからからか、川田監督代行に向けたメッセージに変わってたんですよ。どこからでしょうかね、わかりづらいですけど。俺川田監督代行は、はい、俺のが先輩なんですよ。なので、はい、若い頃、はい、それこそ一人暮らしの俺のとこ泊まり来たりとかしてるんですよ。すごい。で、はい、ゆうすけゆうすけって俺は未だに言ってるんですが、はあ、球場ではほら周りの目もあるから川田さんとお呼びするんですよ、うん、はい、だから時たまゆうすけゆうすけって言ったらこの間野村ゆうすけが見たこっちの前、ああごめん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 、そこゆうすけ習っとった、ごめん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 つって誰って思うでしょ、え、なんで俺下で呼ぶんみたいなどこかでお会いしましたっけって思われちゃう。そんな行為なんですね川田ヘッドコーチ、そうなの、はい、監督代行補欠だったからね、だってね暇だったんだよ、だ横山家の一人暮らしの俺の東海市の家にだから高校時とか川田監督代行今、はいはい、とか、うん、まあ、尾形監督、うん、昔の、はい、が一人で泊まり来たりとかしてたので、でみんなで、野球ゲームしてたあ、それはそれは今と変わってなさそうですね、はい、でみんな自分を4番にして俺と戦うんだけど俺の方が強かったってお前歌んの本当にって言いながら遊んでた。そうですか、でもね、カープちょっと今ピンチでもありますけど、そういった意味ではちょっとイレギュラーな、いやそうだよ、ね、時ですよ ね、だからほら監督変わるってことは、うん、やっぱ起用法とかも変わってくるから、はい、今まで光が当たらなかった選手で当たる可能性があるから ねあと今までぬくぬくとやっていた選手がストンと落とされる可能性もあるからね。そうですよね、チャンスでもあるという選手もひょっとしたら川田監督代行がずっと笹岡を抹消そんなことしずっと抹消とかしません、故障者リストに入れる可能性もありますから、しません、仲良しなはずです、理由顔みたいな感じやめてあげてください、顔がちょっと面白いので、いやいやいや、今登録を抹消します。ダメです、ダメです、そんな、まあ、ただ顔のことは僕も言えません、川田祐介ってこと言います誰も得してない、ちょっと広島カープは顔が面白いと監督できないらしいよね、いやいやって川村が言ってた、言ってません言ってませんさあさあ恐ろしい、今日も、はい、嘘800ばかりでお送りしよう本当そうですよ、本当にと反省した方がいいですご先様様では今日のメニューです。10時20分頃は午前様通信です。ここのところ町を活性化するための手段としてアートを活用する地域が増えています、はい、今日は旧そごうクレテンを仮囲いしている壁にアートを施そうとされているアート地プロジェクト実行委員会代表の中原雄介さんをお招きし詳しくお話を伺っていきます。はい、今ね町のど真ん中が塀に覆われてるからっていうので、その塀に、うん、そのイラストというか、はい、アートを描いて街に色をというのをやろうとしてますと、はい、でそれによって、まあ、クラウドファンディングとかやりましょうかっていうことらしいんですよ。そうですよね、はい、街がどんどんこの絵によってこう華やかになっていくというプロジェクトなんですよね、うんうん、はい、今日はその中原雄介さん実行委員会代表の方をお招きいたしまして、10時20分頃の午前様通信で詳しく詳しくお話を聞いていきます。はい、そして9時台と11時台にお送りしている午前様会議ですが、今週はああ商店街というテーマでお送りしていきます。はい、今日も皆さんからたくさんのメッセージ待ってます。午前様様木曜日
では行きましょう。朝の運試し、午前様クイズ。このコーナーは、アマビトのもしおの提供でお送りします。オープニングでさ、はい、ずっと俺何かを言わなきゃいけない。何かを言わなきゃいけない。もう全然思い出す。何だったっけ何だったっけって思いながらずっとふざけてたのね。はい。だから、交通情報言うの忘れてたんだよね。忘れてたと言いますか、うん。でも動き出したそうです。そう、JR が。はい。そう。動き出しました。はい。はい、まあ、いろいろね、遅延があったりとかする可能性がまだまだありますけども、はい、止まっていた。はい。JR。うん。各線が9時から動き始めましたよということを真っ先にお伝えしましたという、はい、コマーシャルが明けて真っ先にお伝えしました。そうそう、もう、はい、そうです。一番大事なことはファイってする。あ、そうです、ね、うん、そうです。スピード、スピード勝負、スピード勝負、本当スピード勝負、即時性です。どの口が言いますか。クイズの正解者の中から抽選でお一人の方に鎌狩物産からアマビトの藻塩ギフトセット3000相当をプレゼントします。応募の際にはクイズの答えと住所、氏名、年齢、電話番号をお忘れなく。はい。では今週の午前様会議のテーマ、ああ商店街から今日は川村彩奈問題です。私にとって一番身近な商店街は、うん、本通り商店街です。ああ、そうだね、はい、定番中の定番なんですけど、広島の子だからね。そうですね、うんうん、もうちっちゃい頃から本通りは町ってなんか言ってました。町に行って、町に行くって言うよね。市内なのに、うん、はい、そうなんですっていうぐらい、私にとってはもう本当おしゃれをして友達と一緒に行く一番の場所だったりしたんですけど、うん、はい、まあ、年齢とともに、こうちっちゃい頃はなんかお父さんお母さんと一緒にこうファミリーレストランみたいなところに行ったりとかして、うん、で高校生になったら友達とマクドナルドの2階から、はいはいはい、もう不良不良もう不良じゃないです。マクドナルドの2階で 人間観察し始めたらもう不良です。いや、もうそうなん、それもすごい楽しくて、うんうんうん、たまに50人ぐらいにお一人が気づくんですよ、はい、おーおーおー、あ、気づいた、あの人って思って、あ、いや、上から見られてるの気づいたわとか。そうです、そうです、うん、っていうのあったりとかして、で大人になったらこう洋服店とか、はいはいはい、今だったらなんか着物屋さんとかがセールとかされてたりすると、おーおーおー、あ、いいな、行ってみたいなと思ったりする、うん、まあ、川村さんいつもね、おことを抱えたまま歩いてらっしゃいますからね。ああ、抱えてはないですけど、総局部ですから、そう、そうです、元総局部なので、そう、家にもねちょっとしたことがありますけれども、はいはい、もうね、はい、ラジカセをね、あの南海岸の方、東海岸の方、西海岸の方、どちらかの海岸の方が肩に担いで歩いてるように田村さん平成ね、本当に歩く時はもうおことを肩に、いやいや、ものすごい邪魔です、それ。 Here we go come on here we go come on って言いながら歩いてる。いや、和の文化ですから。それだったら日本語で言いたい。ことじゃねーことじゃねーって言いながら。ことですよ。で、私にとって、はい、まあ、商店街というと、本通り商店街。まあ、とにかくいろんなお店がありますし、はい、これまでもありました、うん。なんですが、アナウンサーになってからの本通り商店街での一番の思い出があります。うんうんうん、それは一体何でしょうか。ね。はい。本通り商店街って上に屋根があるんですよ。あります。で、開閉したりするんですよ。はい。開いたり。で、誰にも気づかれないように、屋根代わりに川村がそこにへばりついてたっていうことがあった。はぁ。番組のロケで。ロケで、はい、動きないですね。じーっと上から、ムササビみたいに。はいはいはい、はい。じーとそこで人間を観察する、ええ、で誰が何分後に気づかれるかっていう、そう、川村ちゃんチャレンジっていうのをやった。そうですか、うん、あれ天井とかでそういう企画ありますけど、あれってまあ天井がある程度低いから気づいたりして成立するもので、うん、多分アーケードって高すぎて多分誰暑いな、これアーケードなんで屋根閉めんの、あ、川村ちゃんそんなことありますかっていうのは何分後に気づかれるかっていうのをチャレンジした。それはちょっとまだできてないですね。あ、やっぱ、うん、そうですか。はい、まだちょっとアーケードにへばりついて。じゃあ本通りのアンデルセンがありますよね。ありますあります。さっきまた綺麗になって、はい、で高級感増しましたけど、はい、あそこ一時的に川村線っていう名前にして誰が気づくかっていう、ようこそ川村線やって言ってやって大体スタートからどのくらいで気づかれるかっていう川村ちゃんチャレンジっていうのをやって、で、まあまあ気づかれずに、一日終わった、はい。あ、終わった。もうロケも終わったと。終わった。あんな大企業の方に。一日で、一日中みんなが、川村さんですって言ったけど、気づかなかった。あ、じゃあ社員の方も協力してくださったんですね。はい、うんうんうん、
まだそれもまあちょっとできてない。あ、まだできてない。まだできてないですね、それは。そのロケもちょっと、はい、靴下屋、ああがありまして、あれを一時川村屋って名前にしてサイズはいくつですかとかって川村ちゃんが必ずいたけども、店員である川村ちゃんにお客さん何分後に気づくかっていう、はい、で一日気づかれずにただバイトで終わったっていうロケをやった。いや、靴下屋さんでする意味もあんまないですよね。ロッテリア。おお。あの、カームラリアっていう。結構今、本当に真ん中ぐらいまで来ましたよ。そう。まだあるよ。結構な、あと3分の2ぐらいありますね。まだあるよ。うん、パルコまでちょっと長いですね。相当、このままだったらちょっと、番組も相当後半になっちゃう。ビームスとかもシップスとかもあるしね。そうありますよね。あとね、ゲームセンターとかもありますよね。ローソンもあるし。あと俺が大好きなリラクルとかもあって。あるからね。そうですよ。最近たい焼き屋さんもできましたからね。そう、あそこ。ね、そうですよね。頼んでから焼くたい焼き。そうです、そうです。はい、美味しいですよね。で、あそこの前ぐらいにちょっと、はいはい、おい、こいつらちょっと何とかした方がいいんじゃないかとキャッチセールスですけど。どうなっとんや、こいつらさ、って思う子がいて。ね、ポケットティッシュもらうとありがとうございます。あとちょっと前はね、パルコの前で、ヒロテレがロケしてて、はい、いやいや、もうちょっと、飲み行く途中に必ず一周するんだけど、俺、みたいな、時間があったんだよね。でもちょっと気づいてほしい気持ちもあるって。そう、横山です、ぐらいの、ちょっと、残りがこう、感じさせたいとこもあって。ということで、パルコまでようやくやってまいりました。到着しました。到着しましたね。はい、でもさあさあ、河村への。ですけども本通り商店街が思い出です。ちっちゃい頃から友達と行ったり家族で行ったりいろいろとしてきましたけれども、アナウンサーになってからの本通り商店街での一番の思い出があります。はい、それは一体何でしょうが今日の問題です。おう、皆さんからの予想をお待ちしています。すべてのコーナーへの宛先はこちらです。ファックスは 082-221-3300 082-221-3300 です。メールは午前様様専用アドレス、午前アットマーク RCC.net、アルファベット小文字で GOZEN@RCC.net です。車運転中の方は必ず安全な場所に車を止めてからお願いします。応募の締め切りはこの後の天気予報が終わるまで、答えの発表は10時の頭、当選者の発表は番組のエンディングで行います。午前様クイズ。このコーナーは、アマビトのもしおの提供でお送りしました。平成ラジオバラエティ午前様様 RCC 本社第2スタジオから。ねえユージ、9月4日の午前様様ファンファンフェスティバル近づいてきたわね。久しぶりにリスナーの皆さんとお会いできるから、あやな張り切っちゃうわよ。少なくともあの人ぐらいの心意気はあるわよ。あの人みたいな。いや、そのさ、張り切る張り切るとは言うけども、どのぐらいその張り切る意気込みがあるのかわかんないんだよね。口含んでんな、いっぱい。出しちゃった口から出しちゃった。お約束だったよね。本日の演目なんですけども、アメリカ出身のロックバンドキスのライブでの一場面より、ベースソロの途中で口から血を吐き出すというお約束の演出で、口いっぱいに血のりを含んでは見るものの、ただでさえ20キロという重たい衣装を着込んでいるのに、さらに鼻呼吸をしている姿が痛々しさを感じさせる、ジーン・シモンズ72歳のこわもての裏に漂う悲哀。20キロの衣装をね、着込んで口に加えてっから血のり、演奏もしなきゃいけないし、出しちゃった。
チ取り出し出したのか戻したのかみたいな。いいな、ついに川村キッス来たね。来たね、川村シモンズですよ。 ありがとうございます。かっこいいな。いや、血のりがね。それで今日朝からキスのメイクだったんです。すいません、通常メイクです。今日もお昼11時40分まで生放送。さて、広島市中区元町上空、そして宮島がある廿日市、あとは広島空港がある本郷、はい、それぞれ青空が見え始めてますけども、今日はお天気回復しそうらしいです。はい、詳しいことを聞いてみましょう。岸さん。はい、おはようございます。おはようございま す。まあ夜中の雨は強かったですね。強かったですね。はい、結構雨量が多くてですね、一昨日からの雨量、東広島市や三原市では120ミリを超えたところがあったんですよ。はい、広島市中区でも100ミリ超えとなって大雨になりましたね。ただこの前線なんですが、まあ、すんなりとというかかなりもう南下していてですね、はいはい、もうその雨雲はすっかりと離れているんです。はい、この時間県内は全体的にはまだ雲が広がりやすいですが、沿岸部の方から晴れ間が少しずつ出てきました。はい、今日は北からの高気圧に覆われて次第に青空が広がってくるでしょう。はい、日中の最高気温33度前後ぐらいで、昨日より湿度は低くなるんですけど、気温の方は 3,4 度ぐらい高いんですよね。はい、やっぱり日差しの暑さはありますから、熱中症今日も気をつけるようにしておいてください。はい、でそれからですね、この先ちょっとお天気がまだ変わりやすくなりそうなんです。明日は晴れ間が広がりやすくなって、まあ、晴れたり曇ったりぐらいなんですが、はい、明後日土曜日がまた崩れそうなんですね。うんうん、今のところ午後を中心に雨が降る時間帯がありそうです。ただ今回のような激しい雨ではなさそうです。そして日曜日は徐々にまたお天気が回復に向かっていくということで、少し周期的に変わりやすくなりますから、うんうん、新しい方を確認してください。はい、今日は夕立みたいなことは心配しなくていいですか？今日はですね、あまり午後の方は落ち着いてくる形でそんななさそうですね。はい、うん、まあ、ですので洗濯物などはこれから干せると思います。そうか、今日家中全開にしてたんですよね。おー、あ、そうですか、多分大丈夫だと思います。よかったです。空気もね、入れ替わってるので少しだけは、はい、乾燥してるかなと思いますので大丈夫だと思います。うん、よかったよかった、ね、これでもちょっと不安定な感じはあるんですか、その土曜日までは。うん、そうですね、まだなんかちょっとね、うん、安定しない感じがあるんですよね。こうずっと晴れ続きという感じではなさそうなので、うん、ちょっとこまめに天気予報を確認してもらえばいいですね。はい、わかりました。今何か目立った警報や注意報は？はい、南部にまだ大雨注意報が出ています。大雨で地盤が緩んでいるところまだあると思いますから、はい、もうしばらくは危険なところ近づかないようにしてください。わかりました。岸さんもね、はい、キッスのジン・シモンズ大好きだっつって。まあ好きです、うん、ね、いつもモノマネされてますよね。してないどんなでしたっけ、岸さんのジン・シモンズって。私のジン・シモンズ、うんうん、ですね、おーって感じですか。やってくれた。短かった、すいません。短いジン・シモンズ。一瞬にして吐き出すスタイル。どんな感じでしたっけ、ちょっと。いやって感じですか。ちょっと長くいった。相当苦しみました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。今ね、キスさんも朝からキスの格好してたから。してないです。してないです。すごく秋らしいカーキのワンピースでした。すっごい、今日キスのメイクみんなしてるなと。なんかの記念日、今日あれジンシモンズの日かな。違います。天気予報はキスさんでした。お便り様様、このコーナーは日本行動の提供でお送りします。ラジオネームエギザイルさんです。はい、今日8月18日は高校野球記念日なんですね。はい、日めくりカレンダーは横山さんの高校時代の野球部の同級生と思われる方々との写真ですね。うん、ただ黒板に書いてある初マッサージの日というのが気になります。はい、これあれなんですよ、2年生3年生上級生になると、はい、下級生
たちからマッサージをしてもらうっていう時間が生まれるんですよ、はいはいはい、で雨が降ると下級生たちはその先輩たちをマッサージしなきゃいけないから、できれば晴れてほしいのよ、はい、だけど晴れたら晴れたでまた玉拾いとか声出しとかすごい走ったりとかしなきゃいけないじゃん、はい、でもどっちも嫌なんだけど、先輩になった時におおついに俺たちも後輩にマッサージしてもらえる年になったなーって言ってその雨の日初マッサージの日みんなで綺麗写真撮ってだから写真撮ってるの後輩が撮ってる、みんなでも嬉しそうですね。そうなんだよ、ね、大変なんだよ、うん、1年生が3年生のマッサージするじゃない、はい、そうすると、うん、あなんか1時間ぐらいやんなきゃいけないのね、でここがこうあそこがこうとかって言われて、で終わった後もうくたくたになっててさ、うん、だ先輩がじゃあ俺たちもやってるよっつって金属バットゴリゴリってこうゴリゴリってあのそばを打つ時みたいにもうゴリゴリって、ゴリゴリって痛い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 って言うけど痛いって言われててみたいなことを3年間やってきたから、はい、こんな性格になっちゃったこんな性格いやいや皆さんのせいにしないでください、はい、もうだってもう練習終わった後もう口からチロルがうえーそれもキスうえーってなっていくもみじまんじゅうの錦堂の提供でお送りします。さあ今週も尾道市立みゆき小学校の皆さんが登場、今日紹介するのは5年生片岡沙羅さんの作文、タイトルは山海島体験活動で学んだこと。山海島体験活動で学んだこと。みゆき小学校5年片岡沙羅。私は山海島体験活動を5年生のみんなで体験しました。その体験を通して感じたことを2つ紹介します。1つ目はスタッフの方同士の仲の良さに驚いたことです。お互いをニックネームで呼び合い笑顔で話している姿や、スタッフの皆さんで優しく教えてくださる姿に驚きと羨ましさを感じました。2つ目は今までしたことのないゲームを体験してチームワークの大切さを感じることができたことです。ゲームなどを通して仲間と声を掛け合って協力したり、恥ずかしさを吹き飛ばすような表現活動をしたりしました。助け合いの言葉がたくさん出てきて本当に良い経験をすることができました。この2日間で体験したことを日常生活にも生かしていきたいと思いました。私は他の学年の人たちに笑顔で話しかけることを頑張っていこうと思いました。わあ、沙羅さん、まず読み方がすごく上手だなと思いました。俺ちょっとショックだって、俺がすごい山海島って言ったら山海島っていやちょっとごめんなさい、ダサい読み方しちゃってって思っちゃった早って言って驚いてましたもんね横山さんも。でもこう誰かにこう伝えるというか、聞いてくれる人がいるっていうことをちゃんとこうしっかり意識をして、うんうん、はい、読めてたなと思うので、うん、なんかとっても伝わりました。そうだね、うん、あとなんかこう喋る言葉にちょっと艶があったね、はい、そうですね、個性というか、うん、そのいわゆる皆さんと同じように読むんではなくて、はい、オリジナリティを自然と持ってるみたいな感じがしたな、ね、素晴らしかったですね、はい、今日は、尾道市立みゆき小学校5年生片岡沙羅さん、山海島体験活動で学んだこと、これでいいですか、ね、横山さん学びましたね、はい、学んだ、本当は山海島なんですよ山海島体験活動で学んだこと、これサラちゃんスタイルですね、うん、そうです、はい、今度からそうやっていいですよ、そうですね、適応ですとかですごいすごい早くということで、明日は6年生木梨安治くんの作文をお送りします。どうぞお楽しみに。御前様会議、今週のテーマはああ商店街でお送りしています。ラジオネームこたつ猫さんです。はい、何年かに一度秋葉原の電子部品の商店街に行きますが、お6年前に行くとそこは電子部品ではなくオタクの街に変わっていて、うん、電子部品の商店が4分の1ぐらいになっていました。はい、自費で行くのでちょっと辛い状況でした。まあとはいえね、もう日本屈指だからね、うん、はい、だから放送局とかにもないの部品、いやもうゴロゴロあるし、はい
まあ、いわゆる問屋街だったとこだからね。うん、だけどまあ綺麗になったよね、秋葉原もね。はい、俺らがそれこそ大学生の頃とかは、うわなんかよく分かんない街だと思ったけど、今はまあ AKB のね劇場ができたりもしたからね。ねえ、そうですよね。ある意味なんかいろんなものメディアの聖地みたいになってて、はいはいはい、ホテルとかも綺麗なとこ増えたよ。そうですか。はい、ちょっと秋葉原ときめきます。ラジオネームゴリゴ13さんが、はい、先週コロナの影響で自宅待機となり運動不足になりました、うんうん、なので自宅でできる運動をいろいろとやってみました、はい、そこでハマったのがヨガです。それも寝る前の10分のヨガを行うと寝つきが良く、うん、夜中に起きることも減り、はい、朝もすっきり起きられます、うん、怪我の巧妙とはこのことかなと思いました。あ、なるほどなるほど。まあ続けばですよ。間違いない、うん、うーん、俺も数年前ですよ、はい、寝るときに必ず足をちょっとだけ上げて、はあ、それを10秒から15秒やって必ず寝ますっていうことをやってました。はい、ね、4、5日4、5日で終わりました。ね、そうですよね。はい、うん、あとコロナになった、で、寝るところに本を置いて必ず寝る前30分ほどっていうことをやってました。はい、1ヶ月で終わりました。以上でーす。さあ10時になりました。 RCC の第2スタジオからお送りしています、午前様様です。そうです、グッズ改めて言いますが今日が締め切りとなっております。非常に可愛い T シャツ、トートバッグ、それからタンバリンなどもありますので、ぜひ迷ってる方は駆け込みでホームページアクセスしてみてください。ラジオネームあんきもぽんちゃんさんです。最近そうめんを食べるとき卵豆腐を砕いてめんつゆに混ぜネギをトッピングしたものがお気に入りです、うん、栄養価も高くなるので一石二鳥。それでは今日も心の栄養を供給できるような楽しい放送をよろしくお願いいたします。はい、おいしそうね。そう、そうめんを食べるときに卵豆腐を砕いてめんつゆに混ぜてネギをトッピングする、おいしそうです。ただまあ卵豆腐は卵豆腐だけでもおいしいけどね。でもさらに美味しくなる、味がちょっとつくんでしょうね、うんうんうん、めんつゆで。私も最近家で甘いもの食べたいなっていう時にやってることがあって、はい、うん、豆乳でゼリーを作ってるんですよ今。おうおうおう、すごく簡単なんですけど、うん、豆乳を出して、はい、でそこにゼラチンを入れて、うん、で電子レンジで1分ぐらいチーンってして、うん、その後蜂蜜入れて、はい、でもう一回豆乳の容器に戻して、うん、冷蔵庫で固まらせるんです。したら 4、5 時間経ったらもうプリンみたいになってて、はいはいはい、でそれを食べてるんです。へー、甘いものを食べたい。結構美味しいですよ今豆乳も、いろんな味があるので。俺昨日夜さ、はい、テレビ見てたら、あの平等院報道、はあはあ、10円玉の、うん、のなんか特集みたいなのやっててさ、多分見た人もいると思うけどさ、はい、そこにちょうど人間の目の高さぐらいのところにおっぱいみたいな金具があるんだよね。はい、まん丸くってさ、ええ、乳輪があって乳頭があるの、はい、でそれって釘隠しって言って、うん、釘打たなきゃいけないんだけど、はい、釘があったらかっこ悪いから、そのおっぱいみたいな形の工具で隠してあるんだって、はい、だけどこれは本当におっぱいの形なんだって、はい、でほら人間って生まれてきたら母乳を、ええ、飲むじゃない、はい、で代々以降これが続いていきますっていうこと、うん、生命が誕生しましたっていうことの象徴で、はい、おっぱいの形の金具がその日本の古い伝統的な建物には釘隠しって言って飾りがしてあるんだ、これおっぱいなんですって。へーって。でも釘も隠せるし、うんうんうん、でなんかちゃんとした意味もあるし、でよく見たら本当にいや成功にできたおっぱいだねみたいな感じなのよ。そうなんですね、うん、しっかり寄せたんですね。ちゃんとちゃんとおっぱいになってんの、ね、もう恥ずかしがらず乳輪があるからね。ねえ、だからちゃんとそれをこうカン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 って作った人がいる、ね、うん、そう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 、よくできたわーっていう、すごい。だからそれが今もう豆乳のいや思いましたよ、私も話になりますよね。え、うん、いやそう、豆乳の話でその乳ってとこから昨日の平等院報道を思い出されたんだなと思いながら今聞きました、はい、平等院報道ね。
すごくないですか、おっぱいいっぱいあるんですよ。いやでも本当特にお寺とかって、うん、まあ、瓦とかもそうですけど、はいはいはい、もうちっちゃいとこまで意味が、うん、とにかくこう施されてたりしますもんね。ですよ。だからよく言うけど、はい、その例えばおなんか大鳥居とかがあって、大鳥居は、はい、女性の性器なんだってね、形として。で神様がガーってまで行くとこ参道っていうじゃん、はい、だ参道なんだよ。確かにみたいなことも含めて、ほら、諸説いろいろありますが、とは言いますが、はいはい、そうやって言われると、確かにね、つって。ねえ。で、中には神様がいると言われてるけども、実は鏡しかないのね。はい。で、鏡に手を合わせます。ってことは自分が映ってる、うん。で、自分を見る。何をするかっていうと、自分から画を取ってくださいって。あなたの画を取ると、あなたは鏡の画を取るから、神になりますよ。ひょー。っていうことなのよ。よくできた話だけど多分そうなんだろうなと思うもんね。確かに確かに、へーと思いますよね。まあね、正規の話だからのへっていうのがまたちょっと違う違う。いや川村ちゃんギャグの奥深さが肛門に寄せて、そっちに寄せたんだ、へーって言ったもんね。へーと思いましたくて、へと思いますって言ったから、すごい肛門寄せ。寄せてもないです、全然寄せてないです。寄せては返す川村節じゃないですか。寄せても返してもないです。奥深い、受け止めた受け止めた、奥が深い、正義だけ。言わなくていいです、それ言わなくてもいいこと。そうですか、へえ。すっごいブーッ、それも違うだろう、もう違う方向持ってってますよ、それは。横山モーデ、はいはいはい、お菓子いただきました、シュークリーム、たくさん。わー、シュークリーム、わ、ご家族で来てくださって、あらー、もう娘がさ、もう人形みたいに可愛いの、はい、2歳か3歳、うん、か、もうびっくりしたもん、もう今すぐうちの局アナにどうぞって感じ。ほんと、いや、それ人気出ますよ、そんな美人の子がいるってぐらいの。本当ですか、会ってみたかった。なんか可愛いじゃん、美人って感じの。はいはい、ね、むちゃくちゃ可愛いキャベツ畑人形みたいな、もう目鼻立ちがすごいの。それは褒めてんのかな。そうですか、うん、いやー、あとは会いたかったな。これ私が栽培してるんですって言って、デラウェアのでっかいのなんだって、はい、キングデラって書いてあります。うん、すごい、キンデラ、キンデラ、いい、いいですよ。具しか訳してない。食べてください。うわ、ありがとうございます。よかさんと河村さんです。はい、いや、すいません。スタッフには渡さないでください。そんなこと言ってないと思います。そんなこと言ってないはず。ラジオネーム93キロのプッコラさんです。はい。おとといスーパーに行くと、うん、秋、そして期間限定のお菓子が所狭しと陳列されていました。はいはい。お盆を過ぎると季節はもう秋に向かってまっしぐらなんですね。うん。クリア味の小枝、アルフォート、ルマンド、チョコパイ、エリーゼ、キットカット。はい。そして芋味のハーベスト、バームクーヘン、ドーナツ、限定のお札スナックなど、すべて美味しそうでした、うん。はい。いいですね、もう秋ですね。こっちも秋生まれのおばちゃん。はい。から秋の足音がしてますよって言って。二日連続で、深夜から明け方の大雨となりましたね。多い。最近は気象状態が極端すぎて、なかなか気持ちがついていけません。うん、ただ今朝は涼しかったので、目覚めは良かったです。はい。今朝、スーパーのチラシを見ると、秋の旬とか、美味しい秋、の文字とともに、新米やサンマ、ブドウ、サツマイモ、イチジク、秋限定のビールやお菓子の写真が並んでいました。はい。ほんとこのまますんなりと秋に突入したらいいのにねと思いますが、残暑はそう甘くないししぶといですからね。うん。ぶり返すであろう夏にもうしばらく我慢して頑張っていかないといけないですね。はい。今日もよろしくお願いします。確かにもうお盆過ぎたら一気になんですね。うん。秋モードなんですね、スーパーとかは。そうだね。だってもうバーゲンがさ、もう夏真っ盛りの時から始まったりするじゃん、洋服も、はい、でそのショーウィンドとかに秋物、はい、毛糸の帽子かぶってるさ、なんか人形がいたりとかするともう、まだいいよまださとかって思うけど、そうです、ね、ファッションは1ヶ月先取りだからね。そうですよね、うん、そう言いますもんね、うん、でも秋が私的には、はい、個人的には一番こうなんか旬のものを食べた時に、はい、幸福度が高い気がします。おなんか栗とか、うん、ご飯とかもそうですけど、はいはい、サンマとか食べた時に、うん、なんかほっこりっていう気持ちに一番なるのが私の中では秋です。僕はもう四季を通して感謝の気持ちで食生活食をいただいております。あ、はい、以上です。何ですかそれ。鎌田さんはその好感度アップ大作戦、クリーンナップ大作戦みたいな、春夏秋冬の中のその好きな季節みたいなことを強調して
だから自分が好きなものを強調したいがあまり他を嫌いっていうみたいな。いやいや、嫌いとか言ってないですよ。夏のバカとかさ。いやいや、言ってません、そんな。クソ冬とか。そういうことでしょ。言ってないです、そこまで言ってないです。トップオブトップ秋みたいなことでしょ。いや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 、いや全部トップですよ、確かに、うん、春夏秋冬全部トップで美味しいものいっぱいありますけど、はい、なんか秋の味覚の幸 福、はい、幸福度はなんか高い気がします、うん、あ、そうですか、僕はもう春夏秋冬キンチャーヌードルで関係ない、関係ない、全てが素晴らしい、うんうんうん、ファイン式って感じですどういうことですか秋はでもそうだね。ねえ。でも夏は夏でさ、はい、今年俺意外とトウモロコシご飯をいっぱい食べたのね。わかりますわかります。ただ、あ、これはこれで幸せだなって。そうなんですよ。思った。だから今、その秋の味覚の話をしてるときに、うん、はい、トウモロコシも捨てがたいってちょっと思った。トウモロコシに後ろ髪を引かれたとこはちょっとあって。トウモロコシいいですよね。うん、あと、茄子をいっぱいもらったの今年。おー、ラジオカーもそうだったりとか、リスナーの方も持ってきてくださったりとか、はいはい、うんうん、あと、横山モーデの出張、横山モーデ、庄原行った時にさ、女性の方が、これうちでしか取れないのよ、つってくださったナスがあって、で、それを後から段ボールで送ってくださったのね。ほら、で、それもすごい。もうなんか、あるじゃん、ナスのさ、キュッキュッキュッって食感、ありますね。キュッキュッってなるやつ。はい。あの、ちっちゃい子のサンダルみたいな、キュッ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 の上位にナスが来るんだったよね。子供の時あんまりそんなナスって良くなかったのに、はい、大人になってからランキングがガーッと上がったんだよね。ちょっとわかります、うん、なんかこうナスのトロトロ感が嫌いだったりしたんですよ、うんうん、はいはい、なんでトロトロして暑いしさって思ってたけど、トロトロしてんじゃねえよこの野郎よとかって前の車煽る人みたいな、おい何トロトロしてんだこのナス野郎みたいな、ダメダメダメで、子供の時は思ってましたけど、ああ、うん、確かにそうですね。宮崎のさ、ばあちゃん、しなえ、はい、が、はい、よく、あの、ナスビをつけたのをくれてたんだよ。ほう、つけた、うん、ええ、漬物ですか。なんか味噌で漬けてあるのが取られて、なんか、へぇ、お漬物みたいにしてある。ああ、はい、はいはいはい。で、水分が抜けてちょっとさ、はい。で、しなえのばあちゃんのおっぱいみたいになってて。いや、言わなくていいです。それで、それを、はい、なんか食えって言って、うん、手の甲にこう置くの、なんか。おぉ、で、お茶と一緒にこう食べるんだけど、なんか、うん、キュッ、なんか、まあ、ナスですもんね。お化けのキュータイムだ、キュッ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 みたいな、なんか気持ち悪いなとかさ、美味しくないなとかと思ってたけど、ナスをこんなに求めるかなっていうぐらいナスが食べたかったりするね。そうですよね、うん、特にねこの時期はねそうだね、はい、さあこの時間になりますと、はい、午前様クイズの答え発表ですけども、その前におさらいということで、今日は川村から、はい、あー商店街で問題を出してもらいました。はい、私にとっての商店街といえばやっぱり本通り商店街です。ほう、ちっちゃい頃から友達とおしゃれをして行ったりもしましたし、うん、家族とかお姉ちゃんと一緒に行ったりもしましたし、はい、高校時代にも本通り商店街のマクドナルドとかで、はい、友達と一緒にいろんな話をしました。おー、ほうほう、で思い出深い本通りなんですけれども、はい、アナウンサーになってからの本通り商店街での一番の思い出があります、うん、それは一体何でしょうが今日の問題です。はい、ラジオネーム花桃マカロン、はい、から川村さんがアナウンサーになって本通りの思い出がある、うん、はい、それは一体何か。初めてしたサインが本通りのお店だった、ではないでしょうか。どこだったか忘れましたけど、うん、本通りじゃなかった気がします。多分ロケ先でした、うん、でまだサインがない頃で、うん、サインくださいって言っていただいて、あ、はい、いや内定式、内定者の時のフードセンター、内定中にサインとかしてんの内定、さすが川村ちゃん、いや違います、フードセンター、スーパースターなんか内定者の時にフードフェスティバルにこうちょっとだけ CM 中になんで、すいませんちょっともうからかわないでください頭かきながらすいませんちょっと本当にで、その初めてアナウンサーとして扱っていただいたのは、うん、内定者の時のお邪魔したフードフェスティバルのステージだった気がします、はい、うん、サインはでもどうだったかな、忘れました。今のうちのさ若い子たち、はい、小焼けと、はい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 、唐沢、ええ、はまだ一回もサインしてないって言ったから、あの焼肉屋さん行ったの、はい、行った時にサインしなっつって、でお店の人にすいません色紙持ってきてとかって、まだ一回もサインしたことないんだってつって、初サイン、だそこに飾ってあるよ。あ、ねえ、うん、
いいですね。でもその幸せなことですよね、うん、ね、唐沢ちゃんと小宅くんにとっても、うんうん、だと思います。あとそこにはラジオカー全員のサインとかもあってます。あ、はい、レアですよ多分。そう、レアなんだ。一番レアだ。俺もみんな、こんなサインがあるんだとか、はいはい、分かるから、へーとかって言いますね。レアですよね、うん、そうですね。私もなんか潜水さんが会社を辞められるときに、はい、その時の女性アナウンサーみんなでご飯を食べに行ったんですよ、うん、はいはいはい、でそこのお店の壁に6人分、うん、全員分サインしてて、多分それも結構意外とないと思います。あ、そのお店の方が言ってたけど、もう潜水さん一般人になったからもう消しましたって。一般人じゃない、潜水さんの名前だけ消しました。いやいや、そんなことないです。一般人になったから絶対そんなことはないと思います。一般人じゃないですし、アナウンサーされてますし。いや、千葉テレビってなんか放送局の枠に入らないらしいよ。入ります。なんなら RCC より全然入りますよ多分。千葉テレビ、はい。いや、千葉にいる人は多分東京の番組見てるよ。いえ、千葉テレビの番組ご覧になってます。神奈川の人とかも、いやいや、神奈川のあるけどさ、いろいろ、いえ、独立局ありますよ ね、独立グレン隊みたいな曲が。独立グレン隊ですか、うん、多分見てないと思う。見て、東京の見てると思う。いやいや、そんなことないです。で、河村、言いません。言いません。一日5回ぐらい言うから。言わないです、そんなにいっぱい。あれ放送局じゃないですよねとかって言ってない。言ってないです。小林、はい、川村さんがアナウンサーになった後に本通りで思い出ができた。それは自分の顔が大写しになった、はい、番組宣伝の横断幕が飾られたが、とても嬉しかった。はい、嬉しかったです。あったね、御前様です、それこそ、うんうん、初めて1年目の10月から担当させていただいて、はい、本当にすぐに、うん、御前様様の、はい、横山さんと選手さんと中根さんと私の横断幕が、うん、はい、ボーンってこう本通りに飾っていただいて、ね、見に行きました、うんうんうん、写真もこっそり撮りました。まあね、今回5000回だからまた飾ってもらえるのかなとかって思って、ずっともう夜な夜な本通りで待ってるんだけど。あれって本通りで撮るんですか。うん、そうなんですよ。そうなんですかね。なんか本通りずっと夜10時ぐらいから正座して待ってるんだけど、全然全然張り替えられる気配がないから、あ、やんないのかな。まあひょっとしたらね、9月4日ファーマーフェスティバルの日とかに本通りが全部御前様一色になるみたいなことを、また手島が、まあ、お前そんなサプライズするだよみたいな。泣けちゃいますね。泣けちゃう。ね、うんうん、ちょっと来てくださいよみたいな。ね、ええー、待って待って待って、ちょっと目隠し、目隠しとって、ちょっと待って、なんでこれ山の中。こう、灰紙でですね、いや、これ、塾の高さんとこじゃないの。そうですね、私物出してください、オークション出すんで。ただまあね、先週末、川村がね、移動時間7時間以上のロケがあったって。もう、愚痴る。CM 中に愚痴る。愚痴ったなんてとんでもないです。遠かったんですよ。いや、もうつって。長野は遠い。移動時間7時間っすよ。7時間半です。はい、でかくには。遠かったです。まず広島から。うんうん、御前様が終わって、はい、すぐ、すみません、失礼しますってタクシーで、広島駅行って。うん、そっからタクシーで7時間。長野行ったわけじゃないですよね。行ってないです。それはもうご迷惑しかかけないと思います。広島駅から、はい、まず東京駅行って、おうおう、でそこまで4時間半ですよね、うん、でそこから北陸新幹線乗り換え、はいはいはい、東京から上田駅というところまで行って、おうおうおう、途中軽井沢とか通ったんですよ。はいはいはい、軽井沢がいいよね。もうね、そう、軽井沢って新幹線で行けるんだって思って、うん、はい、でいろんなとこ、はい、初めての発見とか言いながら、うん、で上田駅まで行って、はい、で上田駅からタクシーで1時間ぐらいかけて、うん、長野の菅平っていう、おいはいはい、そのラグビーとか陸上とかの合宿のメッカって有名なとこだよね。なんですけど、冬はスキー場だったりするみたいで、うん、その菅平の、はい、とこまで行きました。長野で有名なのはだって菅平と伊藤平だもんね。だってよかったね、伊藤君そんなこと言ってもらえて。俺長野で2つしか情報ないもんだ、うん、菅平、伊藤平、この2つ。あと、ふうだきー、ふうだきーって言ったのが長野ね。じゃあそれはこう、コンパクトにしづらいですね。なんか一言にしづらい。そうなんだよね。あ、ふう、そうですね。日の丸飛行隊は長野なんですよ、あれ。ふうだきー、ふうだきー。そうか。この木なんの木、ふうだきーって。それまた別です。いや、でも初めて行きました、長野。なんか広島とは全然違って、うん、なんか景色が雄大で、どしっとしてる感覚がありました。うん、そうで、
行きの夜タクシーで1時間ぐらいかけてその合宿所ってとこまで行くのに、うんうん、タクシーの運転手さんが、うん、この辺りは、まあ、冬はスキー場なんですけど、はい、夏はレタスとかキャベツとかすごいいっぱい取れるんですよって言われながら、うん、もう真っ暗だったから何も言えないへえそうなんですかって言いながらなんか夜の海みたいなそうだね俺が小川行く時と一緒だよね横山さん海が見えてきたよって言うけどいや真っ暗だよ真っ暗うん、ほんのへえって言う目つぶってるよりも真っ暗だよっていうぐらい暗いの真っ暗でしたでもねすごいいい旅でしたまあそうだよねはい初めて行きました、ね、まあラジオとかね人が入った段階で全員マスクしろって言ってるのに、うん、テレビはいいね7時間半も行くのかよみたいななんだこの社内のルールの違いバカとかって言いながらちゃんと検査でカメラがね CM 中ずっと言ってたから言いません私いろんなこと口言ってるじゃないですかさっきから言ってません CM 中人の悪口か文句しか言わないそんなことないです怒った出来事を横山さんに聞いてもらってるってだけです怒ったってこらー怒ったってそういうことじゃない大島渚的なことでしょ生じた出来事です私の身に生じた出来事被害に遭ったこと被害じゃないチョコミントアイスはい、河村さんがアナウンサーになってから本通りでの思い出はいそれは本通りで街頭インタビューを初めて経験することになった河村さん。はい。でもなかなかインタビューに答えてくれる方が見つからず焦っていたところ、知り合いの方がちょうどいて、インタビューに答えてもらい、事なきを得たという思い出が残っているんではないでしょうか。そうですね。うん、今はまあなくなりましたけど、ちょっと前、何年か前はよくも本当本通りで街頭インタビューとかさせていただいてました。はい、ね、あの本通りの街頭インタビューすると、本当に心が折れるじゃないですか。折れます、折れます。俺なんでこんな仕事したんだろうって心から思うよね。そうです。うん、それこそ馬様と一緒に様々見聞録っていうコーナーを、だねー。コーナー様々でさせていただいてて、でその様々見聞録の中とかで街頭インタビューの時もあって、うんはいもうでもその日によって違うんです、ねうんうんうん、なんかもう立った時に、うん、あ今日ダメな日だとか、はいはいはい、あ今日はいけるってなんか分かるようになります、うんうんうん、途中からってなんかそうですそうです、はい、いろんな人にだからそれ以来全裸で立ってる今日はいけるいやそのいけるの判断おかしいですあ、はい、今日なちょっとブラトップだからないけないかな全部取っちゃおうかなってでも本通りでさロケしてると、はいまだ何にもしてないのに放送局だって分かった瞬間にもうものすごい嫌な表情される方がいたりするじゃない、はい、みたいなちょっともうなんか、うちラジオだから撮らないけどって思うね顔をちょっと隠そうとしてもううえーとかってする時間じゃん、はいはい、いや本当後ろから飛び切りするぞお前とかって思う時あるもんねそうなんですね何にもまだしてないですよっていう状況、なのにそうですそうですね、そう、だから、そういう方にはもちろん話しかけないです、ね。相手に限ってティッシュ配る人にはすごい寄っていたり。あるかもしれない。はい、ほんと。手形で、えいってやりたくなる瞬間があるよね。そうですよね、お邪魔してるんで、ね。で、河村が1日100回ぐらい言うので。言いません。そんなことで1日終わります。ギーコ。はい。河村さん、本通りの思い出。元カープのエルドレッド選手。はあが自転車で走っている姿を見た。ああ、さ本通り以外のところで多分見ましたね、うん。本通りでエルドレッドが自転車乗ってたら、うん、そこ自転車禁止だからねっっ。ですよ。退場っていう。こらこらってなります。ヘイカール。はい。本通りでの思い出。横山さんにプライベートの姿を盗撮され、うん、画像を送りつけられたこと。が衝撃的で思い出に残っている。RCC から出てすぐの10メートルぐらいのとこでそれはされたりしたことあります、うんうん、これいっぱい持ってますよ川村の写真川村がなんかロケ地で犬をってやってる写真とかトランポリンピョンって飛んでる写真とかいっぱい持ってますいやなんか私も知らない私の写真を持ってるのは怖い川村がすごい飛んでる写真ティーでもう十字架みたいなポーズで飛んでる写真を持ってますよ。あ、そうですか。よかったです。すごいね。姿勢が。姿勢よくしないとダメなんですよ。タッチ大好き。はい。対抗の人に対して、避けずにまっすぐ歩くことにチャレンジし、成功した思い出がある。ああ。向こうから来る人ね。そうですよね、うん。絶対避けない。いや、それは私避けます、うん。避けるタイプです。夜のウォーキングにいるよって、絶対避けない人、懐中電灯の人。そうですよね。来た来た来た、あいつ絶対避けないじゃん。ほら今日も避けないみたいな。人間観察。さあ、河村エナ。はい。ですけども、本通りでアナウンサーになってから思い出があります。それは一体どんなものでしょうか。はい、正解は、うん、カープが、ほう優勝した時に、うん、
胴上げをされたこと。いやもうすごかったんだよね。すごかったですね、あのちょうどその久しぶりの優勝の瞬間に本通りで取材をさせていただいてましたけど、はい、もうとにかく人がぎっちりで、ね、結構たくさんの方がカープのユニフォームを、その日広島で試合ないのにもうそれこそ対抗する向かい合う人たちがみんなハイタッチで、ってやり合った日だよね。うん、でこんな風に広島の街がなるんだなって思ってで、なんかいろいろ取材してたら、もうなんかもう流れで、流れって怖いなと思いましたけど、そのまま胴上げされて、もう高さ的には、もう本通りのお店の2階ぐらいが自分の目線ぐらいになるぐらい上がって、怖ーと思って、すっごい怖かった。一回だって雲の上に乗ったよ。わっしょい、わっしょい、トンって乗って、みんなが、そうですね。で、スーッと落ちて、わっしょい、わっしょい。それ、全然横山さんのね、天国にあるデータとか引っ張り込む。あとそのちょっと上で南一世さんがいた。広島天国。一世さんは地上から広島天国を歌われてます。ここが天国から広島天国なんだって思ったっていう話を河村が1日5、6回言いました、ね、言いません。雲の上に南一世さんがいたっつって。そうですか、まあ、一世さんは確かに雲の上のような存在です、私にとってはですけど、はい、その胴上げをされたのが、まあ怖かったけれども、アナウンサーになっての、まあ、カープの優勝も含めてですね、一番の思い出ですちょっと怖いですけど、なかなかないよね、はい、怖いですから。見つけられて胴上げされる、そうです、わーわーしょい、わーしょい、わーしょい、あ、一世さんということで正解は、はい、カープ優勝の時に胴上げをされた、はい、そうです。おお、すごいすごい、2名、はい、2人。ちなみにでも実は俺も当たったんでね、カメラこれじゃないっつって CM 中ね、はい、そうですそうです、実は、横山さん含めて3名ということになりますが、はい、じゃあ俺当たるからして一応楽しみにしていただいて、はい、今日は鎌ヶ里部さんから天人の模試をギフトセット3000円相当をお一人の方にプレゼントします。当選者は番組のエンディングで発表します。今日もたくさんありがとうございました。スポーツ一直線。このコーナーは永遠の安らぎを真心でお手伝いする宮奥総裁の提供でお送りします。昨日は広島カープサヨナラ勝ち、はい、ということでデイリー3位浮上、延長11回雨の中の激闘を制した、代打松山一振りで決めたと、はい、あとは日刊スポーツも3位浮上松山サヨナラ延長11回栗9回零封で勝利呼ぶ、はい、スポーツ日本松山さよなら、広島、鉄壁リレー、栗9回零封、はい、ガッツポーズしてるところがありますけど、力強い、まあなんか、まあ、今シーズンはねエース誰かって言ったら栗ですねっていう話をずっとしてて、はい、ただでも昨日エース不在ですって言ったから、また栗がこうやってみんなの信頼を勝ち取るっていうことには十分なピッチングだったなと思うんです、はい、で最近その100球を投げたらもう上等ですっていう、いわゆるベースボールですよね、アメリカの、はい、理屈みたいなのが来てて、まあスポーツデータとしても、まあ、そういうことなんでしょうよ、はい、と思うけどそうじゃない人もいるんじゃないかと俺は思うのね、はい、だ時に栗なんかは全部投げ切ってピッチャーみたいな考えだと思うし、それをやることで大瀬良やその他のピッチャーたち、はい、後輩たちに向けても俺は違うって見せるところだと思うのね、それを押しなべて100球って言った瞬間に良さが出ないっていうか、はい、彼の感情が一番大事なわけじゃない、はい、パフォーマンスだって、はい、それがないに伝わるわけじゃない、あとそれこそスタンドにも伝わるわけじゃない、だときやっぱこうやって130球とか投げさせてあげたらいいよと思うんだよね、の方が良さが出る、で自分でもそれで打たれたりとかしたときに自分で責任取りようもあるし、で首脳陣も逆にもう真珠しようっていう気持ちになれるじゃない、はい、だからなんか今のこう野球の作られ方みたいなものに逆行するっていう選手がいてくれると魅力的に見えるなーって思ったし、昨日すごい気概を感じた試合で勢いがついたなーとかってすごく思ったので、なんかこういうピッチャーとかこういうバッターとかこういう選手、怪我してても足引きずる中でも盗塁する選手がいるとかね、はい、だからそういうこと伝わるんだよ結局はと思ったりするので、だからもっともっと実は原始的な考え方でもある時はいいんじゃないかなと思った試合でした。午前様通信。世の中の気になる出来事や流行、
生活に密着した情報をお届けするこのコーナー。ここのところ街を活性化するための手段としてアートを活用する地域が増えているようです、うん、この時間は呉市でのアートプロジェクトのご紹介ということで、アート地プロジェクト実行委員会代表の中原雄介さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。声がねちっちゃいんだよ、ね、おやさい本当に起きたてみたいな感じ。ちょっと低血圧ですね。低血圧と思うので、このアート地プロジェクト実行委員会ってことですけど、これ具体的に言うとこんなことですよっていうと何になるんですか。はい、ですね、呉駅前にですね、まあ、旧そごう呉店という、今なくなっちゃったそごう呉店があるんですけれども、はい、そこの仮囲いの壁にですね、うん、とか、まあ、周辺の壁にミューラルアートという壁画を描いていきます、うん、はい、でそういうのを描くことによってこう期間限定で街にアートがあふれる街になって、うんうんうん、歩いて楽しい街づくりっていうのができるんじゃないかっていうのを、はい、社会実験的に試そうという企画です、うん、もう、聞いただけでいい話じゃないですか、うん、簡単に言うとそごうが取り壊しされますよと、うん、いうことで壁がバーッと街中にある、はい、その壁に全部アートっていうことでしょ。そうです、そうです。ってことはただのこうなんてことない場所だったところが彩り豊かになるっていう、うん、もうだからそれだけで、あ、絶対素敵なことだとは思うけど、まあ言うのは簡単だけどやるのが大変ってことなんでしょう。そういうことです。あ、はい、いろいろ。これどんな方々がその壁画を描くみたいなことになるんですか。はい、今回で言いますと、今八丁堀の方で巨大な壁画を描かれているあの水子さんという方。はい、なんかできてる、はい、俺何人かの人にこれ何っつってメールをもらった写メで、はい、なんかあの太陽みたいなギザギザのでっかいのがあって、俺はまだ見てないんだけど、これ何っつって知ってるって言われて、いや俺も分からんとかって言いながら、あれを描かれた方だ。そうです、あれ、ここな、そうです、あれ国内外で描かれてるアーティストさんだったりですか、うん、またあの周りの方ですね、今回でいうとブラジルの方を呼んでりとか、うん、あと神奈川からも呼んだりとか、大体、うん、あとバンクシー来たりとか、バンクシー来たりですけどバンクシーはね急来るってもう分かっちゃったらもうしょうがないですよね。あ、そうかな、うん、というすごい感じで今、はい、バンクシー来たりするんでしょ。バンクシー呼びたいですけどね呼んだら来てくれるものですかそうですね、でまあ、そうやって6人、5、6名ぐらいですね、うんうん、呼んできて、で壁画を1ヶ月間ぐらいかけて描いてですね、はい、でそれをお披露目するという形になってます。結構大きいんですか。じゃあそうですね、今回でいうと壁が長い壁になりますね。50メーターの4メーターとか、はい、ちょっと高さは低いんですけど、長い壁がとにかく50メーターって俺走ったらもう5、6秒、いやその50メートルのねすごいスピードで見なきゃいけない歩いてみてください、ゆっくり写真とか撮りながら。じゃあ何人かに分けて書かれて、ね、はい、へえ、うん、これもうでもあれなんでしょう、この8月中旬はい、からスタートなので、はい、もう始まった、いや始まるところ、今スケジュール的には9月の上旬ぐらいに皆さん来ていただいて、うんうん、で1ヶ月ぐらいかけてその描いている風景、うん、だんだん制作過程も見れるのもすごくいいなと思うんですけど、で10月の頭に完成をしまして、はい、でそこでお披露目の10月9日にオープニングでイベントをします、うん、でお披露目をしてみんなで見てもらおうという形です、はい、そっか。で来年の3月末に、一応壁画を撤去するという形にはなってしまうんですが、期間限定なんだね。そうなんですよ、その期間限定でしか見れないというところで、逆にもう暮れに皆さん来てほしいというところもあります。なるほどなるほど。もうじゃあどんな絵が描かれるっていうのは中原さんご自身の中ではこうやり取りとかはされてるんですか、描かれる方と。ちょろっとありますけど、まだちょっと秘密のベールにです、うん、いやですよね、俺何描こう。いやいや、あ、本当に、あ、そうですか。横山さんも横んしーとして横んしー何描こうか。横んしー、え、川村何描く。私はやっぱ5000回のありがとうとか。縁紙は自画像を描くって自画像書きそうですね。いいですね。そうか、でもね、楽しみですね、それは。そうなんです。すごく、うん、僕自身もこうずっと温めてた企画でして、うんうんうん、いろいろ呉市さんともこういろんな協力もあってですね、はい、呉市さんも全面バックアップで今回やってさせてもらってるので、うん、本当にありがたい話。でもそれこそ呉市としても一般の方からそういう話が出てきて、で街が彩られるってことはもうそれこそ、あ、もうこんないい話はないですよっていう感じなんでしょう。
そうですね、やっぱりいろんなその部署内でも調整はあって大変だったんですけど、やっぱり民間の人がこうやって声を上げてきてくれて、町を盛り上げようとしてくれる動きをすごい呉市さんも応援してくれたので、だって本来行政がやんなきゃいけないことを一般で、しかも今回クラウドファンディングをそれでやろうってことなんでしょ、はい、そうですね、クラウドファンディングの方も今、8月の30日まで、はいはい、なんですけれども、目標100万円に向けて今頑張って集めているところでございます、うんうん、今どのぐらいなんですか。今56万7千円でちょうどコロナになってるんですけど今ちょうど56万7千円その情報いる。いやいや、たまたま今見たら56万7千円だったのでちょっと、もうあと2週間ぐらいですか、頑張ってちょっと集めたいなと思ってます乗り越えましょうコロナをね、乗り越えたい、乗り越えるしかない、乗り越えさせてくださいでもある意味ね、その日本とか海外とかの名だたる、はい、いわゆるその壁画を描いてくださるアーティストの方をお呼びして、はい、でやっていただいて、具材代もかかるだろうし、はい、宿泊とかもかかったりするだろうし、はい、でいろんなことがある中で100万円でそれをやろうっていうことは破格ですよね。実際まだ、他にも企業協賛だったりとか、うんうん、まあ、僕自身も自腹で何本か出したりとかあるんですけど、うんうん、結構金額が膨れてくるんですけど、うん、そうやって市民の方からもこう街づくりを一緒にやりたいなっていう方を募っている感じですね。確かに、いやいや、ちょっと、はい、あの私も、はい、ぜひ協力したいという方はきっと放送聞かれるとたくさんいらっしゃると思う、まあ、御前様のリスナーはね、今ちょっとファンファンフェスとか T シャツ買えとか愚か者のブルース見ろとか俺の本買えとかでもう多分、ね、もうお金すっかり勘弁よもう財布だからお金何でも入ってないよとかって多分思ってるとは思うけどそんな人らもうお前らカード払いがあるからないやいや、厳しい厳しいぜひぜひ協力していただければと思いますが、はい、あの何かリスナーの方々に最後にメッセージがありましたら、はい、今回、まあ、歩いて楽しい街づくり、街っていうのを、その壁画ができることによってすごい実感できると思いますので、はい、本当に日常にあふれるアートを体感しに、ぜひクレには、ま、あの足を運んできてほしいと思います、うん、はい、行きたくなりました。本当クレは俺はいつも言うんだけど、クレほど日本中でポテンシャルがある街はないと思ってて、はい、あんな素敵な街だって、あの俺潜水艦が見える港とかって、はい、もう唯一無二、もう本当誰が来ても絶対そこ連れて行くもんね、でちゃんといろんな食べ物も美味しいものがいっぱいあったり、見るべきものがいっぱいあるのに、一番ポテンシャル分かってるのは地元の人なんだよ思ってるから、ぜひぜひいろんな方来ていただいて、はい、またクレを盛り上げていただいて好きになっていただければと思います。い、今日のゲスト、アートチプロジェクト実行委員会の代表中原雄介さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、ラジオカーの登場、今日は石橋かのですけども、一言メモ、夏は髪の毛が伸びるのが早すぎる、月に1回の散髪では足りず20日に1回カットしています。マジかお聞く人間になってくる、呼んでみましょう、石橋さん。はい、おはようございます。おはようございます。今私は広島市向島町に来ています。はい、この時間は、あ、失礼しました、今尾道市の向島町に来ています。この時間は向島で90年以上愛されている飲み物、まだまだ暑いこの時期にぴったりな昔懐かしいサイダー紹介します。はい、ということで今私は昭和5年創業後藤高専所にお邪魔しているんです。はい、昔ながらの瓶入りのサイダーやジュースを手作りされているんですが、90年の歴史を持つ木造のお店は瓶の入ったケースが私の身長までずらっと並んで、創業当初から変わらずレトロな懐かしい雰囲気を感じます。はい、では詳しいお話を店主の森本茂郎さんに伺います。森本さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。今年も暑い日が続いて、もうとっても忙しいんじゃないんですか。そうですね、今がピークを迎えてますね。そうなんですね、はい、サイダーも人気で。そうですね、よかったら飲んでみられますかやった、嬉しいです、ありがとうございます。じゃあちょっと早速開けていただいてもいいですか。はい、よいしょ、このピンを持って、あ、いい音ですね。いや、なんか本当涼しさを感じますが、ちょっと私マイクを、マスクを外していただきます。
なんでこんな瓶から直接飲むと美味しいんですかね、こんなに。いやもう本当炭酸も強いんですけど、はい、甘さが爽やかで、はい、夏のこの時期すごいぴったりです。わー、はい、美味しいです。このサイダーって創業当初から変わらないんです？そうですね、機械自体がもう昭和20年代30年代の機械を使ってますのでほとんどその時期から変わってないと思いますね。で瓶自体も、50年ぐらい経ってる瓶をそのまま再利用してますので。あ、大切に再利用されてるんですね、はい、これ瓶の特徴ってあるんですか？そうですね、瓶って空気を通さなかったり缶のように缶の匂いがついたりっていうことがないので、はい、そのあたりが瓶ジュースが美味しい理由だと思います。あ、確かに瓶ビールもすごい直接飲んだら美味しいなと思ったのは本当に特徴があって美味しかったんですね。そうですね、はい、いやそうなんですね。でこの向島で90年お店続けられているんですけど、はい、このサイダー通してこの地域もすごい元気になってますよね。まあそう言っていただけると本当ありがたいですね、うんうん、皆さんから愛されているお店なので、まあなくしてしまってなくなったら多分、うん、急に寂しくなってくるんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、うん、はい、いや確かに瓶に入ったこのサイダーすごい飲むと懐かしい記憶、小さい時の記憶を思い出すんですけど、はい、森本さんのような方が大切に守っていただけてるからずっと私たちも飲むことができるんですね。ありがとうございます。スタジオの横山さん、川村さん、はいはい、もうこちらもう夏休みのお出かけにぴったりのサイダーになるので、うん、はい、ぜひ飲んでいただきたいですし、はい、あと去年から通販でも購入できるそうなので、ぜひお店のホームページ確認していただきたいです。でもさっきさ、はい、石橋さんが、うん、そのサイダー文化みたいなのがありますよねとか元気になってますよねこの地域って言ってたけど、はい、その俺たちもさ今中継聞きながらなんか尾道って瓶で炭酸を飲むみたいな、なんかそういったおしゃれなものがいっぱいあったりとかするから、はい、多分きっと後藤さんのとこが根っこなんだろうねとかって言いながら話聞いてた、うんうん、そうですよね、だって90年前からですから ね、うんね、うん、そう言っていただけるとありがたいですね。いや本当、はい、なんか後藤さんの中にも俺もちょっと今盛り上げてるからねみたいな雰囲気はあるでしょ。いやどうでしょうか今一生懸命やるのがいっぱいいっぱいですね、うんうん、はい、いやでも話題のそういった炭酸飲料が尾道実はいっぱいあるので、うん、いやそうですよね、昔ながらの、ね、うん、お店ですよ ね、はい、ぜひぜひ瓶のままグッと行ってくださいみたいな感じだと思う、はい、はい、またぜひ美味しい飲料などができたら番組でも紹介させてくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ラジオカーは石橋かのでした。ストレートマンさんです。はい、昨日の晩御飯はもつ煮込みにしました、うん、美味しくできましたがもつの下茹でから始めたので作り終わるまでに2時間以上もかかりました。はい、最近は冷房の当たりすぎなのか体も少し重い日もあるので温かいものを食べつつ残暑を乗り切りたいです。あ、ストレートマンあれかな、そのもつ煮込みが売ってるの知らないのかな2時間ってすごいですね午前さまさまラジオネームハムさんです。先週の連休中に殺風景な我が家にも新しいテレビと洗濯機がやってきました。テレビは40型の内蔵テレビで録画機能付きです、うん、洗濯機は前から限界を迎えていたので一人暮らしにはちょうどいいサイズ、この先故障を気にすることなく使います。はい、2つとも安くて長持ちしそうなので快適に生活ができそうです。一気に壊れますよね。そうだね、こういうのってね大体同じ時期に買うから同じ時期に壊れるよね。そうですね、わ、うん、かります。あともうついでにこれも買っちゃおうかとかって思ったりするんだよね。そうなんですよね、気持ちがでっかくなっちゃうもうついでにとかって思っちゃうんだよね。思います、どうせ出費なら、ね、うんうんうん、一気に行こうってなりますよね。よしとかって言って本当だったらね、例えば5万円で納めようとか、はい、10万円で納めようとか、そうです思ってるのに、はい、いや11万出すとこれいいのこんなあんのかと思って、はい、でいつの間にだか頭が11万になってて、はい、いやでも11万のだったらもう
12万年とかそうなんだとかどんどん分かんなくなるんだよね。そうなんで、あとポイントつけてもらえるとかなんか、あ、ちょっと安く買えるな。そうか、ってことは引かれるからこの値段でいいからとかってわけわかんないけど、はい、大きくなっちゃうんだよね。なっちゃうね。で、次の月のね、カードの明細とか見て、はい、ああ、痛い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 。入ってくる額は変わんないのに、なんで出ていく額を変えちゃったんだろうとか。ほんとそうです。横山詣で。お、ね、島根行ってきました、つって。島根の、うまい棒。だ。とか、チョコレート。と、あと福山から。はい。あと福山ってほら、バットマン。のコラボしてましたね、ゴッサムシティ確かにと姉妹都市組したから、そうですよね、なんかわ バットマンビールってあるんだって、クラフトビール、クラフトビール、え、かっこいい、ダークラガーって書いてあるんですよ。あら、それや映画ファンにはたまらないですね。たまらないですよ。はい、飲んでくださいとかって、 ありがとうございました。持ってきてくださって、ね、日本だけね、持ってきてくださっていやいや十分、日本も持ってきてください、日本だけ持ってきて、いやいやいや、私そんなこと言ってないですよ。言って、ええ、カメラが、え、一本ずつなのかとかみたいな、スタッフとかみんな、パーソルティーだけみたいに、馬さんが豆腐ばけてずっと。いや、貴重なものですから、2本もいただいて申し訳ないです。まあ、1本がね、1メーターぐらいある。ないないない。瓶ですよね。つくのが大変みたいな。20センチぐらいです。さあさあ、はい、この方がトークする内容も大変ですよ。あ、びっくりしますからね、いいものがこの価格でっていうものを今日もご紹介してくださいます。ジャパネット高田ラジオショッピング、ババさん、お任せください、はい、もう広島のことばっかりずっと考えてますからね。いや、よそでもそう言ってるの聞いたことない。ちょっと待ちなさいよ、ちょっと待ちなさいよ、そんなことないですよ。もう朝からずっと9時からオープニングからずっと聞いてるんですよ。ありがとうございます、今日もね、今日ちなみに三沢さんとか何喋ってた。三沢さん今日お休み、もう野球期間中はねずっとお休みなんですよ。そうですよね、確かにそうです、ちゃんと分かってんだ ね、そうです。だからもう広島ね20分までやっても全然いいんですけど、広島のことだけじゃないじゃん、もうよそのこともいっぱい考えてあれあれ、そうかな、ほころびがもうあっという間にそうね、いや今日はですね、もうねお天気ちょっとぐずつきがちですけれども、やっぱり湿気がある分、なんかこう体感温度的にはなんかほら不快指数マックスじゃないですか。いや、そうですね。ね、そこでなんですよ、やっぱりエアコンが欠かせません。そこでなんです、もう皆さん今から買うんだったら価格重視でしょ、はい、お値段重視でもう今年の夏のうちに買っといてください、はい、今日はシャープのプラズマクラスターエアコンのご紹介でございます。ジャパネットではいろんなメーカーのエアコンご紹介しますけど、うん、もう7年連続売り上げナンバーワンの機種なんですよ、はい、その今年モデル、うん、だから最新エアコンなんで今年家電量販店に見に行きますとねびっくりするぐらい高いんですよ、はい、それをジャパネットはもう去年のうちから打ち合わせができてたんで、はい、破格値でご紹介ができますと。なんかさ、うん、こんなものまで高くなったんだねって、うん、そうなんですよね、思う、え、なんでこれも値上がりしたんっていうものがいっぱいあるよね。そうそう、そうなんですよ、うんうん、その一つがエアコン、はい、今年はびっくりするぐらい高いんです、うん、それを安くするのがジャパネットなんです、はい、ね、ただですね安い安いっていう話ばっかりしますとね安かろう悪かろうなんじゃないのって思われるといけませんから、うんうん、なぜ7年連続人気ナンバーワンなのか、はい、このあたり今日はしっかりご理解いただきますよ、はい、というのは冷房暖房だけじゃないからなんですよ、うん、あのブドウのマークプラズマクラスターがついてる。出た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 。これを決め手になさる方が多いんですよね。今ね、もういろんなところで見かけるようになりましたよ。はい、というのは、ほら、エレベーターの中とか、うん、ね、タクシーに乗ってもプラズマクラスターついてます。ああ、そうだね。最近はバスに乗ってもプラズマクラスターのマークついてたりね、するんですよ。そう。特に人が密集するような場所で使われるのがプラズマクラスターなんですね。うん、というのは、これ、イオンの力で空気をきれいにしていくっていうことなんです、はい、そう、プラズマクラスターってプラスとマイナスのイオン、うん、だから皆さんもほら森林浴に行きますとね、はい、ここはマイナスイオンがいっぱいね深呼吸したくなっちゃうわなんてね会話なさいますよね。します、あれです、あれ、うん、俺去年滝行ったのね、うん、滝はいはい、行った時にうん、ちっちゃい水の粉なんか粒子みたいなのバーって、いやーもうなんかマイナスイオンマイナスイオンって感じでしょ。あんな言葉がマイナスなのにプラスにさせる言葉ないよね。そうマイナスイオンってプラスの思いになるよね。いっぱいでしょ、うんうん、まさにそんな空気をお部屋の中全部変えてくれるということなんですよ、はいね、これつけたら冷房しながら暖房しながらお部屋を森林の空気に変えてくれるんです、うん、これがプラズマクラスターのなせる技、はい、これねミクロの単位で話をしますと、はい、
イオンだから電子を帯びてるんですね。有害物質にピタピタピタッと張り付く性質があるわけなんですよ、うんうん、だからカビ菌を見つけたらそこにピタピタッと張り付いて除菌する効果があります。すごいね。ウイルスにもピタピタッと張り付いて抑制してくれるんですね、うん、だからもう徹底的にきれいにするっていうのがこのプラズマクラスターなんですよね。地べたがウイルスだらけになるんじゃないの？違う、ポト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 って落とされるから、それ全部抑制された状態ですから、うん、もう無害なんですよね。無害なんだ。無害になってるわけです。すごいね。そうでしょ。でしかもですね、この最新エアコンには部屋干しモードっていうのがつきました、うんはい、これをつけると何がいいかっていうと、ほら部屋干しって大体5時間6時間干してると嫌な匂いがしてくるでしょ。します。あれって元はカビなんですよね。カビ始めてる証拠、うん、だから嫌な匂いがするんですけど、プラズマクラスターはカビに強いですから、うん、その嫌な匂いの元をまず立ってくれます、うんね、しかもこれ使うとですね、部屋干しのスピードが速くなるんですよ、はい、そう大体、4キロの洗濯物で6時間ぐらいかかってたのが、うん、2時間で乾きます。え、そんな早いの？そうなんですよ、2時間で乾くんですよ、部屋干しモード。へえ、すごいでしょ。除湿もしながら。そうなんです。部屋干しって、うん、部屋干しからの部屋干しが来るよね。前の分がまだ乾いてない状況で次の日のやつが来るから、乾かないからね。もうなんか部屋干しの部屋干し、そうなんか追い部屋干しみたいになるんだよ。そうそう、どれが先に干したやつか分かんなくなったりしますよ。分かんない、マシマシになっちゃうんで、ね、ところがですよ、これだったらあっという間2時間で乾くんで、うん、もう前のやつはどんどん畳んでいただいて、はい、新しいやつをどんどん部屋干ししていただいて、うん、またそれも2時間で乾いてっていうね、すごい、いいサイクルが生まれてくるでしょ、はい、このエアコン本当優秀なんですよね、はい、だからお店に買いに行ったら高いんですよ、うん、それをですね、ジャパネットはなんと6畳タイプがお値段、はい、6万9800円なんです。安い。しかもこれ工事費込みですからね。おー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 、標準取り付け工事費も込みの6万9800円なんですよ、うん、本当に安い。しかもですね、新しいエアコンって電気代も安くなってます、はい、ここ皆さん大事なポイント、ね、今省エネタイプを選んでくださいよ、うん、今回のエアコン省エネタイプなんで、これ16年前の同じシャープと比べて年間の電気代6138円、うん、安くなります、はい、ということはエアコンって1回つけたら10年使うでしょ、うん、10年間の電気代でもう61380円、元が取れちゃうんです、10年でタダになる。10年でタダになるんですよ。すごいね。11年目からプラスが生まれます、はい、すごくないですか、すこのエアコン。プラスになるのにマイナス用が出るんだよ。そうそう、もうよくわけが分かんないからやめて。そうだからね、うん、エアコンは皆さん新しいに越したことはないんです、はいね、15年使う20年使うももちろん物を大事にするのはいいことなんだけど、うん、電気代がもったいないことになるから、はい、だからエアコンは新しいのを選んでいただきたいわけなんですね、はい、うん、電気代で元取れますよ皆さん、はいね、今ご紹介した6畳以外にも8畳10畳14畳タイプまでご紹介ができますので、うん、ぜひぜひお早めにフリーダイヤル0120-441-555番、0120-441-555番でお電話お待ちしております。ばばちゃん、今日頼んだら、はい、いつぐらいには設置してくれる？だいたい1週間で行けます。1週間以内？来週の水曜日ぐらいには行けます。お、素晴らしい、素晴らしい。早いでしょ。そうなんですよ、ほとんどの地区行けますからね。うん、わかりました、はい、あとは給食ともちゃん、給食ともちゃん、はい、今日の占いは、うん、古いものを捨てて、うん、新しいものを使うと流れが変わる、まさにとありました、うん、今日ジャパネットに注文したヘルシーシェフ、うん、加熱水蒸気オーブンレンジが届きました。油を使わないノンフライ調理にそそられました、うん、いいですね、うん、いい、羨ましい、これ、ね、めっちゃいいやつですよ。ああ、そうですか。2つ目の商品の、うん、じゃあ続いてこちらの商品のご紹介。さあ今日は日立のヘルシーシェフ、ね、この後三代さんとこないからね、うん、そう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 、20分まで今日行けますから、ね、全然行けますから、はいはい、そうか、でもこうやって占いで古いものを捨てて新しいものを使うと流れが変わるってなるとちょっと背中を押された気持ちになるよね。最後の一押しになりますよね。本当ですね、はい、あの新しいものはね、皆さんこうあの贅沢じゃないんですよ、はい、それをね買い替えることによってその分生活がさらに豊かになるわけですから、うん、豊かな時間を買うと思ってください。そう考えたらね、ナムナム、こらこらこら、ありがたい。そうそう、こういう人が政治家になればいいね。
画をなくすことです。はい、聞いてんだ。聞いてますよ、ちゃんと。ちなみに、お電話した場合は、何と言えばいいですか、ババさんのラジオ聞いて。画をなくせ、画を。ほらほら。ババさんのラジオだけお願いしますよ。はい。今日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ジャパネット高田ラジオショッピング。今日もババさんでした。ジャパネット、ジャパネット。夢のジャパネット高田。御前様会議その2。毎週さまざまなテーマについてリスナーの皆さんと話し合いをするこのコーナー、今週のテーマはあー商店街でお送りしています。はい、ヘイカールさんです。思い出すのは毎年夏休みに帰省していた祖母の家の近くにあった商店街です。うん、おばあちゃんが小銭を入れていただるまの貯金箱から数百円のお小遣いをもらって、はい、商店街に。一番の目的はやはり駄菓子屋さんでした。うん、紐を引っ張って選ぶ飴やちっちゃいヨーグルトみたいなものとか、はい、よっちゃんいかとか、うん、一通りお菓子を買い、最後は自分のお小遣いで虫の標本作成キットを購入。はい、怪しげな液体と注射針にワクワク興奮した懐かしい思い出です。うん、そうだね、昔駄菓子屋にあったもんね。これは殺す分で、これは保存する分で、液体が2つ入ってて300円ぐらいだったと思うよ。結構じゃあ豪華ですね、駄菓子屋さんの中では。うん、そうだね。うん、でもちゃんと注射針がついてて注射器が入ってるからね、今考えたらもうとてもじゃないけどそんな売れませんよみたいなものだったけど、子供たちは広くそれを楽しんでたよね。なるほど。でも自由研究とかにもなりそうですもんね。うんうん、あとやっぱね、そのヨーグルトとかめっちゃいいかとかもあるけど、俺らの時はもうねカードだよ。うん、駄菓子屋に行くとそれこそ紐でくくってあるカードをプッてなんか10円で抜いてブルースリーとかさ、もうなんか、ブルースリーか、ああいうか、まあ、いろんなのがあるんだよ。アイドルとかさ。ああ、有名人ね。あ、じゃあもうごちゃ混ぜになってるんですね。ああいうのも多分きっと、全然権利取ってないと思って、はい、なんか、もう、勝手に焼いたやつ勝手に売ってるぐらいそうですかね。ね、だって俺覚えてるけど、ブルースリーのカードがあったのね。で、ブルースリー引くじゃん。はい、で、パッて見るけど、ね、もうその時ね、日本では死んでんのね。だからもう、日本で有名だった時はもうブルースリー死んでんの。だから、この人死んでんだなと思いながら、怖ーっと思いながらもうなんかやっぱ、あちょーってみんなが言うもんだから。自分も乗っかっとかなきゃと思うけど、怖ーこの人死んでんだよなって思いながらカード引いてた。じゃあちょっとそれは確かにブルースリーの記憶強いでしょうね。怖かったブルースリー。なあ、そうですか。死んでんだって本当思って。いや、じゃあそれ誰しもいつかはね、なくなりますから。でも私駄菓子屋さんでも確かにすごい行ってました。行ってました。でもお小遣いは本当に全部駄菓子屋さんに費やしてたってぐらいお菓子ばっかり買ってました。あったんだ。ありましたね。そう、なんか普通にスーパーみたいなところの一角に駄菓子コーナーがあって、うんうんうん、今はもうコンビニで売られてますけど、ポテトフライっていう丸いすっごく美味しいお菓子があるんですよ。パリッパリの、はい、で4枚ぐらい入ってるんですけど、4枚入ってるのがポイントで、2枚じゃないんですよ。3枚でもない4枚。でこのお得感、これがいいです。今どうなってんのかね、あのほらうまい棒がさ、はい、一本が12円になったとか、あのあるじゃん。だ駄菓子とかは税金どうなってんだろうね。どうですかね。でも、1円でも結構ですよね。てか、1円になったら9円のお釣りが来るから、すごい邪魔じゃん。ペイペイとか言うんだ。ペイペイで駄菓子買うのかな、なんか。それちょっとおつじゃないよね。そうですよね。うん、やっぱ握りしめていくのがいいですよね。あとやっぱ駄菓子屋ってどっかのタイミングでひょっとして2、3個盗めるんじゃないかみたいな。盗めばダメです。おばちゃんの目を盗んで、なんとかなんか盗めるんじゃないかみたいなドキドキ感。いやでもその駄菓子屋さんの。があったよね。駄菓子屋さんの規模感といい、うん、そのおばちゃんがいる位置といい、うん、もう一番万引きに対して厳しい。なんか中学生の兄ちゃんとか高校生のお兄ちゃんが、はい、ちょっとカップ麺おばちゃんお湯入れてやとか言ってる時は、うんうん、今チャンスなんじゃないかと思って、いやでも中学校や高校のお兄さんたちもいるからって。ダメですよ。思ってた、はい、ドキドキしてた。そうですね。一番なんかでも子供ならではの思い出ですね。あと商店街に必ずさ、すいませんすいませんって言っても出てこない店をもう盗んでもいいんじゃないのかと思う自分の心と戦うの。盗んじゃダメです。お忙しいんでしょうね、お店の裏でね。ラジオネーム片言の広島弁さんです。はい、
僕の生まれた町は小さな商店街が中心の小さな場所でした、うん、学校も僕の家も商店街のすぐ近くにありました、はい、学校の近くの文房具屋さんには昔貸し出しがありました。お、月曜日は朝礼で名札チェックがあります、うん、忘れてきた子は文房具屋さんに駆け込み、うん、名札貸してくださいと言います、うん、そしたらはい何円ねとその日だけ名札を貸してもらったり、他にも赤ペンや書道の筆などレンタル用文具があって、うん、忘れた時は格安で借りていました、はい、それだけでなくお金のなさそうな大学生のお兄さんや大人が5本くださいなどタバコのバラ売りもしてもらっていました、うん、もう40年以上前のお話です。タバコのバラ売りはねあったよ。俺らが子供の頃、すごい子供の頃、はいはいはい、で俺アジアピースロードをつって、でミャンマーラオスカンボジアベトナム、はいはい、で40日間行ってたのね、うん、でその取材の時もタバコ屋さんで針金で吊るしてあったタバコが、で1本売りなのね、はい、で仕事を終えた人たちが1本そこで吸ってもう1本は胸のポケットに入れて2本買って帰ってるのを見た時に、ああすっごい子供の頃に田舎であったな、この光景とかって思う瞬間があったけど、だけど名札はなかったね。ね、しかも名札貸してくださいっていう、うん、何円ぐらいだったんですかね。でもすごいね。うん、なんかさ、俺の知り合いの人でさ、はい、アルバイトを川村さん頼みました。ほい。で川村さんがすごい優秀です。で、ね、川村のさ、なんか友達とかでまだ来てくれる人いないかなとかつって、はい、で、あ、いますよって言って、うん、何人ぐらいですかって、できれば多い方がいいけどつって、まあ、5、6人とか言って、あ、大丈夫ですよとかって、はいはい、で、5、6人呼んでくんの。で、5、6人いるからさ、今度はそれぞれに、はい、あ、なんか今度もっと大きいイベントがあるからさ、10人ぐらいなんとかなんないかなって言って、じゃあまた川村さんに行ってみますとかって、で川村がまた仕切ってくれるの、はい、みたいなことをずっとやってるうちにほとんどの大学に声をかけられるっていう人になって、はい、全部バイト代から 10% 抜いてたっていう子がいるの。だからそれを職業にしたの、はい、バイトを紹介するってこと。はは、人材紹介。一時期広島でトップの商売をされていた方だったよ。10年間ぐらいの間で、そのバイトを紹介するっていうのを大学生の頃やってから、はい、30代頭ぐらいで広島で一番でっかい建物建ててますみたいな方になって、あの人みたいな。へー、人材紹介で、うん、だけど俺たちはそういう時に言えないじゃない、はい、言えないです。テンパちょうだいとか、はい、言えない言えない言えないじゃん、はい、やっぱ言える人が勝つんだよね。そうですね、うん、でビジネスにもなりますし、うん、その人脈も含めてその人の強みだったりしますから、はい、そうで紹介してもらった人は紹介してもらった人で、今まで紹介もなかったのに、うん、どんどん紹介してくれるからちょっとだけ取られるけどいいんだよねと思っててさ、だからみんなが幸せなの。そうですよね、うん、それ仕事にするっていうのがね。いやー、だからやっぱ一番いいですよね、そういうのちゃんと、うん、名札一個にしても何円とか、ね、貸してあげるよじゃなくって、そういうのから広がっていったりすることがいっぱいあるんだろうね。確かにそうですよね。セコって言われても、はい、いやもう、それが実は根っこなんですよみたいなのがあったりするのかもしれないね。そうでしょうね、子供たちにとってもね、うんうんうん、そうですよね。続いて、はい、ラジオネーム福山の太刀博さんです、うん、結婚前に広島の本通りで婚約指輪と結婚指輪を同時に買いました。お、ちょうど福引きができる時期だったので、うん、福引き券を大量にもらいました、はいはい、それほど高いものを買ったわけではないのですが、うん、とはいえそこそこの金額でした、はい、10枚で1回福引きできる券を何百枚も札束のように抱え、うん、福引きの会場に向かいました、はいはい、係の人にも周りの人にもかなり注目される中、何十回も、ね、福引きをしましたが、うん、全然当たりませんでした、はい、ポケットティッシュの山を持って帰りました。あ、きっと帰るわね、ポケットに手入れて、泣かないで泣かないで言いながら立ち広しに帰るでしょ、ね、涙が流しながらね。でもこの、ね、何百枚もの福引き券、これが本当にお金だったらいいのにって。たまにいるよね、何回やるんやお前っていう人ね。何買ったんかなって思いますもんね。そうか、婚約指輪と結婚指輪、うん、それだとありえます ね。あと高ブランカ、はい、高校の修学旅行で東京に行きました。はい、班に分かれて自由行動で原宿の竹下通りへ出かけ、お、賑やかな商店街をみんなで歩きました、はい、
班のメンバーにどうしてもノリピーのタレントショップに行きたいという同級生がいて、あまり気が乗らないままお店に入るのを付き合いました。竹下通りにはいろんな雑貨屋さんがあって、僕は変わった模様のバンダナと、メジャーリーグのオリオールズの帽子を買ったのと、クレープをそこで生まれて初めて食べたことを思い出します。はい、俺初めて竹下通り行った時、ビートたけしさんのタレントショップ行った。ビートたけしさん、でたけしさんの招き猫のソフトビニールの貯金箱を買った、でうちにずっと置いてあったの、今ネットでそれが1万円以上すんの。すごっ、もう貯金箱が一番の貯金。そうお金貯めてた分よりもそれの方が高いわみたいな側の方がすごいんで。あと桃三昧、はい、毎週土曜日の昼になると、母親に連れられて地元にある旦過市場、この間火事になったとこだよ、で買い物をするのが楽しみでした、野菜屋さん、果物屋さん、魚屋さん、肉屋さん、惣菜屋さんなどなど、とにかくたくさんの店が立ち並ぶ商店街です、僕がお気に入りだったお店はクジラ肉の専門店、クジラの刺身は少し凍っておりシャキシャキとした歯ごたえだった記憶があります。はい、ここ旦過市場、この間すごい炎に包まれて、で俺がプロデュースした彼女は夢で踊るを上映してくれた昭和館という映画館、もう90年だったかな80年だったかな、歴史があるところが全部燃えちゃったの、そうなの。怖いですね。ねえ。だから昔ながらの商店街だから、炎症が早かったりとかしたんだけど、昔ながらだったから、情緒とか人情とかいっぱいいろんなものが残ってたりするんだよね。ねえ。でも残すためにもいろんな、ね、努力とか工夫がね、必要ですもんね。続いて、ラジオネーム93キロのプッコラさんです。お !50 数年前の私たちが小学生の頃に、ちょうど商店街にはアーケードができ、すごく活気づいておりました。はい。年に一度は市内の小中学校のブラスバンド部が集まって、その商店街を演奏しながらパレードなんかもしていました、そういう私も赤い蝶ネクタイに白いベレー帽をかぶったりしてトランペットを吹きながらパレードに参加をしていました。懐かしい商店街での思い出です。昔なんかアーケードっていう言葉にすごいときめいてたよね。いやそうですよね私も船入り高校なんですけど、アーケードがあるんですよ。で、そのアーケードをオープンスクールでバンって見たときに、ここにするって決めました。やっぱアーケードって大事だよね。俺この間さ、横川シネマの通りがさ、あまりにも分かりにくいから、あそこさ入り口アーケードつければいいのにってなんかシネマ通りとかさってら、そうだね。でもそのお金誰が出すんだろう、クラウドファンディングとかって言ったばっかりやっぱアーケード大事だよね。もうほんとなんか一番のこうシンボル的な存在になりますよね。今週は商店街でお待ちしています。伝えたいことがある、言っておくべきことがある。この木なんの木ふなき、10円と10円で20円、20円と20円で40円、ビッグフライ大谷さん、プー、言葉の魔術師横山が紡ぐ珠玉の名言を聞け。8月19日の午前様様金曜日は放送4993回に止まります。午前様様、ちょっと原稿が多かっただろう。いやすごい、しおりさんバラバラ早口になったじゃん。違う、だって5個中今日の放送多分 3,4 個出てますよ。すごい、この木なんの木ふなきとかも久々に私聞きましたもんすごい、しおりさん、確かにね、すべてお見通し、大穴予想だね一番のすごいですね。ちょっと楽しみです。また打率すごかったね。すごいです。今日も大谷5打数4安打だって。大谷並みのバッティングビッグフライだしおりさんさあ、それではここで一曲お届けします。はい、お盆が過ぎましたが、まだまだ厳しい暑さが続きます。今週は夏ソングをお送りしてきました。この時間は繊細で感傷的だった青春時代を思い出させるこちらの一曲です。アンリさんで砂浜。さあ、それでは午前様クイズプレゼント当選者発表の時間です。はい、ですがその前におさらいということで、今週のテーマ、ああ商店街から、今日は木曜日です。私、川村が出題をさせていただきました。
私の中での商店街というと、うん、本通り商店街です。お、ちっちゃい頃からいろんな思い出がありますが、中でもアナウンサーになってからの一番の思い出は一体どんなことでしょうか、うん、が今日の問題でした。はい、正解はカープが久しぶりに優勝した時に、うん、本通りで取材をしていたら胴上げをされた。これがまあ強烈な思い出です。感情いっぱい血だらけです。恐ろしい。刺さった。怖い怖い。リアル刺さった。怖い、危ない危ない、本当に危ない。入った。入ったホームラン。そんなこと思うような時間もありません。ビッグフライ大谷さんって言いながら。そうですね。はい、正解者2人いらっしゃいましたので、はい、今日は。こちらの方にプレゼントをしようと思います。うん。鎌狩り物産から天人の模様ギフトセット3000円相当をラジオネーム、しんじさんにお送りします。はい。そして、日本行動です。気分に合わせて選べる4つの香りの香、ルーミー、クリーン&リラックスは、ラジオネーム、ギーコさんにお送りします。はい。おめでとうございます。それぞれおめでとうございます。府中町のポニョからね、8月の18日木曜日、いよいよ今日が、午前様様放送5000回記念のグッズの申し込み最終日となりました、はい、私はピンクの T シャツを申し込みました。ありがとうございます。 あのハズレの方ね。ハズレじゃないです。大当たりです。全部あの色落ちする分ね。色落ちもしません。ファンファンフェスティバルのチケットのゲットしそこね組の一人の私、あ、買えなかったんだね。はいはい、チケットでも記念グッズを申し込んだ時点ですっかりイベントに参加できた気分になり、うん、これで私もチーム御前様様の一員よとなんだか嬉しくなっています。あ、嬉しいです。どんな服とコーディネートしようかなと届く日が今から楽しみです。あ、ということで、すごく嬉しいです。金子くん売れてんの、はい、どうなの。手島さんからですねちょこちょことあの報告いただくんですけど、うん、すごいですね本当に。イエーイ。ということで、このグッズをつけて金子くんでしょ。ありがとうございます。先月に引き続きありがとうございます。いや、お世話になっております。ちょっとお詫びなんですけど、ちょっとトートバッグの水色がですね、はい、ちょっとあのご指定いただいたサイズがもうちょっとサイズが時期的になくなってしまって、うん、はいはいはい、お値段そのままで一回り大きいサイズのトートバッグに、あ、畳1畳分ぐらいのトートバッグ。そうですね。何が入りますか。畳を入れられました。いやいや、そんなあんま畳持っていくとかあんまない。畳の張り替えの時に自分で持っていけるぐらいの大きさになってるんです。あんまないと思いますよ。なので迷われてる方はね、ちょっと水色のトートバッグも、はい、あと介護センターというかおじいちゃんも入れません。さすがに無理です。おばあちゃんが入れていく、介護のとこ持っていけるみたいな。いやいやいや、とんでもない。運べるんですよみたいな。すごい、でもお値段そのままなのありがたいですね。金子くんは今日あれなのよ、あの紹介した午前様通信で、はい、クレのアートチプロジェクトの実行委員会の中に入ってて、はい、だからあのメンツの中にもいるし、でクレでやったあの剣玉のイベントとかの実行委員会も、はい、だからクレでなんかやるときに大体金子くんが混ぜ食ってんのね、いろんなこと。混ぜ食ってる。そうですね、もう声かけていただいて。でも楽しみですという方、ラジオネーム気まま水星人さん、はい、先ほどの中原さんのお話をお聞きしてすごく楽しみでなりません。そごうクレ店がなくなってずっと閑散と、そして殺風景でした。活気が取り戻せたらいいなと期待しています、うん、クレ駅はよく行くので、はい、これからアートが完成するまでを堪能したいです。ありがとうございますと、うん、はい、楽しみにされて、はい、楽しみにしててください。ねえ、ね、はい、だけどクラウドファンディングもうまくいけばいいし、はいはい、あと街の皆さんが喜んでくださる、その壁画だったり、はい、あとイベントだったりとか、はい、また見たいと思ってもらえるものができたらいいよね。そうですね、やっぱりこの間横山さんからも応援コメントを実はクラウドファンディング向けにいただきまして、そうだそうだ、そのね、マスクをし始めてもう3年経つということで、うん、まあ、人は目から刺激を受けて、うん、っていうところにすごいいいコメントいただきまして、うん、もうなんかよりふんどしを引き締めて、うん、やっぱり皆さん、え、ふんどしなの。そこ突っ込まないで。パンツじゃなくてふんどしなの。そうか、パンツ今度買ってあげる。ありがとうございます。どうでもいいことだけど、はい、暗証番号の話があったじゃん、はいはい、オープニングで、うん、みんな暗証番号どうしてんだろうねって言ったら、農家の活動、子供たちの銀行口座で利用してる暗証番号は子供の生まれた時の体重、体重、なるほど、確かに4桁ですよね。すごい多いんだよ。秋葉原のおばちゃんもパスワードは娘が生まれた時の体重なんだって。確かにその人しか知り得ない情報かも、うん、家族の中でしかね。あとシャカールからは言ってもないのに
妻がスマホを勝手に解除できたって。だから癖があるってことなんだろうね。なるほど、なんかあるでしょうね。ね、うん、ぜひぜひ今ねちょっと皆さんあのカードとか大丈夫かってことをチェックしていただいて、そのカードで御前様様のグッズを買うって今日までとなっております。クラウドファンディングもそうだね。あと愚か者のブルースの、いやもう本当すいませんグッズもありますから。じゃあ、 あの金子いい商品また作って、はい、皆さんに喜んでいただきましょうね。はい、はい、ではではまた来週。明日です。